こちら海の見える放送局。金曜日は春田信郎のびのび金曜日。はい、皆さんおはようございます。嘘でしょ。うわ、原田信郎です。おはようございます。梅村直子です。すいません、こんな声で。偽物。リリアンみたいな声でごめんね。ほんまにそうですね。けどね、ブランシャトーみたいな。けどね、はい、高い声は出んねん。あー、高い声はね、こうやって出んねんけどね。出したらあかんて。普通の声が出えへんねん。なんでこれ。そらそうですよ。めちゃめちゃ忙しかったから。いやー、ちょっとあの声出しすぎたがね。そうですよね。喋ってたよね、ずっと。うん、ここずっと。そう、なんやかんや言って。だって喋るだけじゃなくって、やっぱり木も張って張ったでしょうしね。うん、木も張ってたしね、うん、おっぱいも張ってた。張ってたわ。なんで。痛かったんじゃん。そう、子供が生まれてね。アホ。でもまだ終わりやないで。え、まだ終わりやないよ。そうやねんね、まだまだ東京もあるし。そうそうそう、船もあるし。そうなんよ。だからね、なんか6月でね、はい、ほんまひどい声やな、この声。すごい、珍しいですよ、それは。ごめんなさいね、本当に。いや、ちょっとすごい貴重。レア、レア。レア。なんでレア。いや、もうだからもう11時には直します。すごい、言ったらほんまに直さはるもんね。だんだんと、はい、こう喋っていったら、うん、多分戻ってくると思うね。いや、でもね、私どっちの選択取ったらいいですか。え、あんまり喋らさないように気使う方がいいのか、うん、いや喋らした方がいいと思う。で、痛くもなんともないね、喉が、喉が痛いとかじゃないね。痛い方がいいじゃないですか。痛そうに見える。見える。いや、それは聞こえる、うん、全然痛ないねん。そう、痛ないのに、うん、なんでこんな声が出んのっていう感じ。さ、疲れた、喉が疲れた言うてるんじゃない。喉が疲れた。喉も疲れたって言うの。それは言うよ、言われへんから。そういうかすれ声でアピールするんじゃないですか。なおちゃんは、はい、あの喉調子悪なった時あった。ありますよ。あるの。ありま、あるのって。あるよ。どんななんの。その時やっぱりちょっと喉が痛いんですよね。うん、声は出ますけど。あ、痛かった。はい、あ、ちょっと喉痛いなみたいな。全然痛いたいの、ほんまに。だから、あの、どんどん喋らして。ええのかい。ええのよ。みんな心配するじゃないですか。いや、全然心配せんかっていいの、ほんまに、ほんまに、うん、いや、じゃあ本田も喋って。ほんでね、ほんまに、うん、あの、声はね、出るんよ、これ。こうやって。そりゃあかんって。だから、だからね、今やっと分かったんやけど、これが私の地声なんやわ。違う、違うよ。今まで無理してきたんやわ。違うやろ。今まで無理して普通の声出してたんやわ。いやいやいや、あかんって。逆に痛くない方が怖いって。なんで。だから、その、あんまの痛くないからって言って喋ってしまうけど、うん、それでそんな声、高い声とかいろいろ出すと、うん、後々、あ、なんか痛なってきたとか。いや、全然大丈夫やと思うよ。だから、ちょっとずつね、喋っていったら大丈夫ですよ。じゃあ、ちょっとずつにしてください。いや。感想とかもいっぱいいただいてるんですから、もう。あ、感想ね。ポント城の。あ、ポント城のね。はい。ラブレン城。そうそう。それをね、皆さんにね、お礼を言わなあかんねん。はい、本当に、たくさんの方、京都のポント町のカブレン城に来ていただきまして、はい、あのね50周年のコンサート、うんうん、無事終わることができました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。盛り上がりましたよね。なおちゃんも来てくれてね。もちろんじゃないですか。おいしい、おいしいね。食べた。おいしい、おいしい、ね、食べる時間なかったでしょ。お稲荷さん持ってきてくれた、はい、そうです。それも陽気。まあね、足りひんよりはね、うん、余る方がいいって思って。あれ50個ぐらいあったんちゃう。まあ、あったんちゃう。あったんちゃう。
いや、スタッフみんなとかもね、はい、呼ばれましたよ。あ、よかったです。ありがとうございました。よかったです、本当にね。美味しいな、そこのな。いや、美味しいですよ。めっちゃ喜ばれたんですよ。あの、わさび入りのやつ。はい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 。好きやね、あれ。あ、よかったです。で、そのお店の方が取りに行ったら、光栄です。あのねのねの50周年のお祝いに、うちのお稲荷を選んでもうて光栄です。私、あの、共産大出身なんですよ。え、ほんま？あ、へえ。もうすごい盛り上がってはった。すごい。それは喜ばはるよね。で、お父さんが、一期生って言ってたよ、共産大の。あ、ほんな先輩やわ。あ、そうですか。僕は六期生やから。六期？六期やんですから。ボクシング部入ってたんや。いや、六期やん、それ。ちょっと待って、のぼろさんの時にも、コンサートの時も言うてはったけど、うん、保険証見せたら入れるとか、うん、名前かけたら入れるとか。そう、あの、ククが言えたら入れる。そうなんですや。一気やったら何ですか？もうな、もうスルー。いや、そんな。あのな、それ、その冗談通じるのはな、あのねのねと鶴瓶だけ。そうですか。そうですか。ね？失礼します。他の人に、はい、何、ククが言えたら入れたとか。米国通常持ってきたら入れたとか。おかしい。そんなこと言ったら失礼やぞ。もちろんそうですね。それ冗談で言ってんやったよ。もちろん。本気やったら怖いじゃないですか。冗談ですよ。もちろんですけど。そうですよ。さあ、もういっぱいいただいてるんですけど、一部ね、もうすでに届いてるのいきますと。はい。こちら、メンミさん。うん。大阪は鶴見区の方です。あ、大阪の、大阪の方から来てくれはった、ね。そうです。見に来てくれはった人。はい、うん。50周年コンサート行ってきました。ああ、ありがとう。3時会場すぐ入らずしばらく待っていたら、うん、神戸から一人で来られたというご婦人と、うん、ラジオの話になり、おう、なおちゃんは頭エコやね、うん、あ、なおちゃんですぐ分かったんや。違います。ラジオ好きの神戸から来られたご婦人と、うん、のびきな話で盛り上がったということで、うん、あ、その人と、そう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 、初めてのお互い。あ、そこになおちゃんがいたわけだよね。そうそう、いや、いないいないです、うん、なおちゃん頭いい子やね、今日会えたらええねって言ってくれたり、うん、最後のクイズ出す子も頭ええわとか。出す子って。なんか伸びリーヌですよね。伸びリーヌのことでしょ。そうですわ。クイズ出す子も頭ええわと盛り上がり、はあ、中でもマネージャーさんの青柳さんの対応、うん、チケットと座席表に印つけてくれてた点とか、もう二人でも素晴らしいなと絶賛しておりました。あのね、チケットをね、なくさはった人がやはんね、結構。あの、結構いるんですか？大事にしすぎて。うわ、それで、どうしたらいいですかって言ってはったけど、はい、あの、あなたのお席はここですよっていう、はい、マークで、はい、マーカーかな、はいはい、マーカーで、あの、印つけてあったから、それが、まあ言ったら、証明書みたいなもんじゃないですか、はい。で。それを見せていただいたら、あの、大丈夫ですよ。それはなくさんと持ってはったんですか？持ってはったみたいね。そう。持ってはったんやな。あらー、で、チケットはもう大事に、うん、大事に大事にしすぎて、うん、うわ、もしかしたら冷蔵庫の味噌の下とかにあるんじゃないですかね。そうそうそう、そう。本当ですね。隠してね。ねえ、うん。トイレの、あの、トイレットペーパーの中に、芯の中に入れてあったとか、ね。どこまでの隠し方ですか。でもその、あの、ご婦人とね、うん、後日、青柳さん宛にお礼状出すわとかっておっしゃってました。ああ、もうそんなことしていただけなくても大丈夫でございます。ですか。もうそれぐらい嬉しかったんですって。ああ、ありがとうございます。コンサートも笑いあり、笑いあり、うん、笑いありで楽しかった。笑いばっかりやね。川島英子さんが作った曲、ほんとよかったです。うん。2回も歌ってくれはって。あ、青春旅情ね。はい。そうそうそう。そうですね。あ、鶴瓶が、来てくれて。うん。で、鶴瓶も、英子と、すごい関係があるんですよ。あ、そうですか、うん。面識あるんですね。面識もちろんありますし。アミルさん来られてましたもんね。アミルちゃんね。いや、はい、娘さんね。そうですね。アミルちゃんも来てくれて。いらっしゃってました。うん、嬉しかったですわ、ほんまに。芸能の方も。うん、たくさん見に来られてたようですね。芸能の方。芸能人ってことですね。芸能人です。芸能人ね。芸能の方って感じ。60周年記念コンサートも見に行きますからね。ありがとうございます。お願いしますよ。いや、本当いろいろな方来てくれてね。すごかったですね。あの、スポーツ界でも来てくれましたよ。目指せパーゴルフの、井戸木光希プロ。すごい。ドッキーも来てくれましたし。はい。ドッキーわかんのかな、アイナ見て。ね。知らんけど、わかんのちゃいます。わかんのかな。ドッキー見て。楽しんであったでしょ。面白いとか。はい。あ、この曲は真面目な曲やな、とか。
この曲は下ネタの曲やな。わかんのかな。わかるでしょう。わかるかな。わかりますよ。ドッキーとかテレビとか見んのかな。いや、今は見ひんかったとしても、うん、ずっと見てはったでしょ。そうかな。もちろんじゃないですか、うん、ね。あとは元阪神タイガースの赤星さん、はい、見ました。あ、見た。奥様と。あ、奥さんとね。だからエリちゃんでしょ、はい、エリちゃん。目指せパーゴルフの、アシスタントの、女の子、はいはい、エリちゃんと、赤星さんが、番組に出てきてもらった時に、はい、来てもらった時に、もうできちゃったんですよ。できちゃった。私二人が、動く二人の生ショットを初めて見ましたけど、うん、私が座ってるソファーの前を二人してパーって通り過ぎていく時に、うん、赤星夫人やっとるわ、と思って。やっとるわって、やってた。やっとるわ、と思って。赤星さんのことね、はい、主人ってエリちゃんが呼んでるのを見てね、もう、わろだらかんねんけど、エリちゃん、主人って呼んでるわ、とか、ね、うん、もうすっかりね。すごいですね。すっかりね。いや、いい奥さんになると思いますよ。そうですか。いや、もうなんかもう前を通り過ぎていった感じでは、もう完全にもうコントロールしてるね。嘘、お前、この、あんたバットのここ、太い方持ってなさい。私こっち持ってる。グリップの方持っとくから。でもご夫婦って奥さんが強い方がうまくいくんでしょ、うん、でもね、エリちゃんそんなね、尻に引くっていうタイプじゃないよ。そんなわかりやすく尻には引きませんよ。ほーって、ほーって。あ、女の人が見たらそう見えます。そうそう、わかりやすくはしないんです、それは。それは赤星選手ですよ、元。そりゃそうですよ。それはその人をなんか、あんたっていう感じはもうしません。それは、あれやろ、なおちゃんやったらそうするっていう。違う。違うの。違います。そしてこちらは、うん、おさむ S38 さんは、尼崎からいただいてるんですけど、はい。行ってきました、嫁さんと。はい、ありがとうございます。めっちゃ楽しかったです。ありがとう。3時に会場に入ってすぐ物販に並んで猫ニャンキャップを、そして CD を購入しました。ええ。はい。そして、嫁さんは、のぶろうさんにピンクの猫ニャンキャップにサインしてもらい。うん、僕は、なおちゃんとはるかちゃんに黄色の猫ニャンキャップにサインをもらいました。覚えてます、もう。ありがとう。私がって言って。うん、いいんですかって言って。うんうん、じゃ、ちょっと橋の方に。いや、橋じゃなく、みたいな。なんか、恐れ多いとか言うてたんで、もうすごい覚えてますけど。のぶろうさんの優しい歌声にほっこりして癒されています。次の日、神戸に行き、帰りの車の中で、うん、キープンスマイリンをずっと聞いていました。うん、そして前に番組で聞いたありのままに生きたアリはの文句が入った曲には、車の中で思いっきり笑いました。みかんの心星ね。ああ、いいナンバーですね。ありのままに生きようとしたアリは、ありのままに生きようとしたアリは、ありのままだったってやつです。復活してきましたね、声。そうでしょ？すごーい。だから声は出す方がいいんですよ。うん、で、おさむ S38 さんは、のぶろうさんニューアルバム、うん、いつ発売ですかと、待ってはります。出たらすぐ買いますと。ね、新曲もね、発表しようと思ったんですよ。はい。作るのがね、今、はい、途中で止まって待って。止まって待って。止まってしまって、はい、発表できなかったんですよ。あら。うん。だから、からまあ、60周年の時。はい。あ発表します。いや、今、大急ぎで作れば、うん、東京には間に合うんじゃないですか。いやいや、もう、やっぱりもう念入りに作りたいからね。いやで、本気の嫌がり方でしたね。そんな忙しなるやん、みたいな。いや、本当に。みんな買いますから。ありがとうございます。お願いします。そして、にゃんころもちさんです。はい。京都福知山の方ですよ。はい。私は京都北部在住で、うん、コンサート翌日に資格試験の受験があり、うん、大阪に行く予定だったので、うん、宿泊の大きな荷物を持って来場しましたと。うん、で、周りの人にも迷惑になりそうで困っていたところ、うん、グッズの売店で預かっていただけました。ありがとうございました。さすが、のぶろうさんの周りの方々は、うん、親切で、優しい方ばかりですね、うんうん。コンサートはお二人の若い頃にも負けないトークの掛け合いに爆笑しました。うん、清水さんはトークの合間に涙を拭う仕草が遠目には見えたんですが、もしかして涙しておられたのでしょうか。目やには溜まってんのじゃないですか。なるほど。なるほど。いや、清水さんね、最近ね、はい、なんちゅうの、涙、もろくなってきた。ああ、年重ねてね。年重ねても。わかります。僕よりも10歳上やからね。
そう言ってありましたよね。そしたら私ぐらいですよね。なんで歌あり、トークあり、楽しいコーナーあり、スペシャルゲスト、鶴瓶師匠の登場あり、あっという間の2時間でした。うん、終了後、信郎さんの書の手ぬぐいにサインをしていただき、なんとラッキーなことに握手までしていただきました。ありがとうございました。いえいえ、床の間に飾って、家宝にします。ありがとうございます。すごいですね。安穏念のんねいですからね。あれいいですね。あれはね。あれいいですよ。あれは価値がありますよ。ありますね。いやもうちょっともう、はい、行こうか行こまいかさんです。はい。行こまの方です。はい。あのねのね、とつぐ朝へ心に染みました。はぁ。すごい。続々とちょっと持ち寄せ。いや、そやからね、はい、真面目な歌をね、うん、ちゃんと聴いてくれはるんですよ。いや、もちろん。いや、だからわーいでね、はい、笑う歌がいいかなと思って、はいはい、笑う歌を10曲ぐらいやったんですけどね。はい。やった。まあ、逆ソングってやつ。はい。ね、楽しかったです、ね。アホの歌とかね。あった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 。あんなやったんですけどね。やっぱりメリハリ聞いてますよ。いや、だから真面目な歌を、なんか、あ、本当は皆さん、真面目な歌が聞きたかったんかっていうぐらい、ちゃんと聞いてくれはった。でも、どっちも楽しめるってことですよ。トークも、歌も、うんうんうん、そういうギャグ的なのも、うん、もう全部がトータルであのねのねなんですか、みんな好きなんです。ああ、そう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 。ね、目指してるものはそれなんです。あ、素晴らしい。本当は。本当はってどういうこと？アホな歌ばっかりじゃないんで。そうですよ。すごい聞かせる歌、はい。いや、本当のこと言うたら、うん、ギャグソングって、うん、歌うつもりなかったんですよ。本当に？そうですよ。あら。最初はやっぱりね、うん、アリスとか、アリス？チューリップとかが、その頃じゃないですか。はい、オフコースとか。やっぱり、オフコースとか。はい。だから、ああいう感じの、ね、おデュオになりたいなと思ったんですよ。へぇー。それでしたけど、はい、どんな歌歌っても負けんねんね。何に今さっき言った人たち、歌は負けるやんか。せやろか。で、僕ら勝てるもんはなんやって言ったら、魚やんの。おっさんがよくいたぶり。どうわ。すごい。でも逆に今出した方々は、ああ、それやっても受けないですよね。それはもう変やもん。変。ってことはないけど。そんな。いや、谷村新司さんがそんなもん魚やのってやったらおかしいやろ。いや、いや、そう？そうでしょ、そらそうでしょ。ありがとうって一回一回言わなあかんほんまですね。そしてこちら、西宮の嫁ぐ朝にて号泣アッキーさんです。はあ、じゃあ、たくさんいただいてるので、ちょっとずつ抜粋しつつね、いきますね、はいはい。この方は、私の年代としては、モノマネ番組の赤ジャケットに短パンのお二人が一番印象が強かったんですが、はいはい、あー、これが見たかったんだーと、はあ、そしてやっと本物のあのねのねに会えたという気がしました。あ、モノマネ番組の司会の、はい、司会は本物じゃないということですか、はい、違う違う違う。ずっとあれが好きで、あのイメージあって、それで好きや好きやと思ってて植えてたんでしょうね。あのねのねに。だからもうやっと生で、やっとだっていう。あ、やっと歌が聴けたということですか、うん。ほんまもんやという。いや、だから、モノマネの番組とか、はい、やんやんでコントやったりとか、はい、やってたから50年経ったんですよ。すごいですね。あれずっとね、いや、僕たちは歌しか歌いません。はい。って言ってたら、ええ、3年で終わったかな。はあ、そうですよ。わからんもんですね。だからもう何でもやります。あのねのねは何でもやります。っていうね。はい。それもドッキリカメラにかけても、ええ、最後まで騙されたふりをします。ふりをします。時代ですね。って言って、はい、やってきたから50年経ったんですよ。すごい。本当に。すごい。みんな60周年も期待してます。ケンちゃんマンです。はい。神戸ですよ。笑いあり、涙ありのすごく楽しく、また皆さんの友情の深さも感じられる素晴らしいコンサートでした。うわ、嬉しいな。そんなこと言うてくれはると。そして、高槻の最目のタカピーさんですが、うん、私はコンサートの後、ポント町界隈から始まって2軒はしごしてからいい気分で電車に乗りました。あ、そう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 。はい。そんな風にしてほしいかったんですよ。ああ。家帰るまでコンサートみたいな感じで、僕のイメージはね。はいはいはい。だからポント町でやって、でその後、美味しいものを食べたり、はい、ちょっと鴨川を歩いたり、はい、なんかそんなことできるじゃないですか、あの辺。でも本当にそれはコンサート50周年がすごい良かったからですよ。
よかったなーっていうこのテンションで、行こうかーっていう感じになれるっていう。だからそれだけすごいコンサートしたんですよ。いやいやいや、そこまで言ったらなんか気持ち悪いわ。え、ごめん。そんな褒めてもらって。もっと褒めて。そしてもう一方言っときます。彦根からです。のんびりのぶぽんさんです。はい。帰り際に、のぶろうさんは金色のペンで手拭いに丁寧に大切にサインをしてくださいました。はい。わあ、で、夫が、妻と写真を撮らせてもらえますかと尋ねますと、のぶろうさんは、いいですよって、うん、わざわざ立ち上がり応じてくださいました。おお。そして私の肩に手を回して、ぎゅって。はあ、このまま、ずっとこのままでいたい。なんやそれ。キュンとなりました。嘘でしょ。よほど、どこまでも温かいのぶろうさん。笑った目が優しかった清水さん、ありがとうございました。また、会いたいです。すごい。そこまで感情はこもってないと思う。いや、もうそらこれぐらいの感情ですよ。本当ですか。はい。いや、ありがとうございます。すごい、もう何度何度、うんうん、もうね、たくさんいただいております。どうもありがとうございます。いや、もう褒めもら、ほら、褒め殺しみたいにね、感じです。本当に。いや、みんな楽しかったんですよ。いや、嬉しいですね。もうありがとうございました。ありがとう。頑張られたんだっていうことがその声でわかります。この声ね。この声もね、はい、今日ぐらいからよ、これ。急に。急によ。ああ。何やこれ、あれとかって思って。もうちょっとほっとしたんかな。ほっとしたんかな、あかんあかん、ほっとしたらあかんねん。ほっとしたらあかんねんな。ほっとしたらあかんねん。あかん、気抜いたらあかんわ。おー。あかんわ。僕、気抜くタイプじゃないねん。わかった、今日。気抜いたらあかんねん、こうやって。ほんならもうずっと忙しいさしとかなあかんと。あかんあかんあかん。あら。ずっと忙しいさしとかなあかん。でも、その、50周年のね、ポント町のコンサート終わったからといって、決して暇になったわけじゃないじゃないですか。うんうん、まあね。いつもの仕事はちゃんといつも通りあるし、それ以外の仕事もあるわけじゃないですか。昨日もあの、奈良の宇田郡の方にね、ロケに行ってきましたよ。ほら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 。その時大丈夫だよね。なんとも なかったのに。プロフェッショナル。今日朝起きたらこんな声になってたんですよ。あら。本当にすみません。いやもう全然、もう甘えてんじゃん、私に。甘えてない？ね。ちょっと、ちょっと言うた自分が恥ずかしなったわ。で、まだ日にちは決まってないんですけれども、うん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 、あの、ポント町かぶれん城の、あのねのね、50周年記念コンサートは、はい、伊予光の、原田信郎、この街ええなーで放送してくれることになっているんですけども、はい、放送日などはまだ決まっていないので、そうなんです。決まり次第お知らせいたしますから、はい、そちらでご覧になられなかった方、はい、見た方はまたもう一度という感じで楽しんでいただけたらなと思います。はい。ということでございまして、はい、今週もあの皆さんからね、はい、ファックスメールをいただこうということでございます。はい、プレゼントもあります。はい、そうです。今週のプレゼントは幸運の女神くじです。このね、幸運の女神くじは7月3日までの発売みたいなので、はい、もういよいよ次の週になったらもう違うくじに変わってるかなと思いますが、一等前後賞合わせて3000万円が当たるかもしれない宝くじを3枚セットにして3人の方にプレゼントさせていただきます。メールはのび @jocr.jp。ファックスは 078-361-0005。 おはがきの方は郵便番号 650-8580。 ラジオ関西原田信郎のびのび金曜日の係までお寄せください。お待ちしてます。はい、それではこのコーナーから始めましょう。ナブリンのスポーツ大好き。このコーナーは神戸シーバスボーボー神戸早駒海の提供でお送りします。お便りをいただいております。ありがとうございます。三木市のいよいよゴルフさん。あ、いよいよゴルフさん、はい。まあね、うん、先週やったかな、はい、いよいよですね。 あのねのねの50周年記念コンサート。いよいよですね。言うてた。言うてたでしょ、はい、いよいよがちょっと流行りましたね。ほんまですよ。先週ね、一周だけでしたけど。そうそう。で、ノブローさんが、いよいよって言わんといてって言って面白がって言ってはったんですよ。そうそう。そうしたらみんな送ってくれるって言ってたの。でもスタッフが、もうほんまに鵜呑みにして、いよいよは禁止ですって言って、ツイッターに注意喚起してた。嘘やろ。ほんまほんま。何やってんの。はい。はい。で、いよいよゴルフさん。はい。ノブリンこんにちは。いよいよの、あのねのねコンサート、うん、終わりましたね。うん、お疲れ様です。とか言うね。ありがとうございます。お疲れ様です。私にも、ついに、いよいよのファーストラウンドが、来週やってきます。
初めてゴルフに行くんですね。はい。練習も半年ぐらいしましたし、道具もバッチリ揃えました。うん。ノブリンから何か励ましのお言葉もらえると嬉しいです。わあ。いや、これ初めてのね、初ラウンド。はい。これは練習場には何回も行ったことありますっていう人いるんよね。うんうんうん、はい。でもそれはまだゴルフはスタートしてないんです。ゴルフはコース行って、初めて、はい、初めてスタート。そっからがスタートです。そうですか。はい。マットの上のボールを打ってるうちはまだダメです。あららららら、全然違いますもんね。はい、いよいよですね。ファーストラウンド。はい。いやー、どうですか、なおちゃん。なおちゃんがもうね、はい、ファーストラウンドした時の、はい、それはもうすごい残ってるでしょ。もちろんまだこの間ですからね。うん、すごい、もう道具を準備するとこから、うん、ウキウキっていうか、うん、ドキドキっていうか、はいはいはい、これと、あれと、あれとっていう、大丈夫かなっていう、もうその辺ぐらいからもう修学旅行とか旅行に行く気分。ああ、そうやろうね。はい。もうすごい楽しかったです。うん。うん、いや、それからね、その日がね、晴れであるようにね。はい。祈ってますわ。これね、雨の日いきなりね、はい、初ラウンドは雨っていうのは ね、なんかこんないっぱい着なあかんのとか、カッパ着たりね、傘さしたりね、はい、大変なんですよ。そうですね。うん、だからもう本当に、いいお天気になりますように、いよいよゴルフさんが、楽しいゴルフができますように。本当に楽しいゴルフができますように。お祈りしております。はい。はい、頑張ってくださいよ。はい、頑張ってください。はい、楽しんでほしい。ねえ。まずはね。そうですよね。だからチョロでもいいから、うん、あ、前に行ったとかって思って。うん、そう、のぼろさんとかすごい言ってくれましたもんね。うん、前に行ったらええねんって言って。前に行ったらいいんです。はい。オッケーオッケー言うてもらいました。後ろ打つ方がもっと難しいけどね。はい。はい。楽しんでください。ねえ。いやー、いいよな、うん、僕も初めてゴルフ行った時、ほんまひどかったですよ。ほんまですか？うん。クラブは、うん、4人で行ったんですけど、はい、4人のうち、1セット1人が持ってたらいいと思ってたんです。あ、うん、で、清水さんが持って行ったっていうこと。はいはいはい。で、他の方のクラブが見つからないんですけどもって言われて、え、他のクラブって何ですの？あ、清水さんがクラブ持ってきてますからって言って、とかって言われて、で、すいません、ジーパンは、履き替えていただけませんでしょうかとか、ジーパン履いて。クラブも自分のクラブ持たんと。すごいなぁ。行きましたよ、上位。ノブローさんが初めて行くときなんかめちゃめちゃ厳しい頃じゃないんですか？厳しいですよ。でしょ？うん、京都のね、常陽カントリー。うわぁ。でもね、なんとかね、はい、靴も貸していただいて。へぇ、なんとかね、こっそり回らせていただきました。あのね、山野からね。ちょっとね。ちょっとで、回らせてもらったのかもわからないですけど。そうですよ。はい、甘えたら飽きません。はい。それからもう恥ずかしくてね、うん、だんだん分かってくると、ああ、ゴルフってこうやって、ね、していくんやって思ってね。なるほど。もうほんま恥ずかしかったです。分かっていくからこその恥ずかしさですね。ね、そう。だからやっぱり名門コースですね。ああ、いいですよって言ってくれはるのは。へえ。うん。そうですか。さすが常陽さんでございます。おー。ありがとうございます。はい。はい。ということでございます。うん、ファーストラウンド。うん。ね。はい。楽しんでください。はい。はい。ということで、のぶりんのスポーツ大好きでした。このコーナーは神戸シーバスボーボー神戸早くまゆの提供でお送りしました。原田信郎のびのび金曜日ではあなたのメッセージをお待ちしています。嬉しかったこと、楽しかったこと、何でもお寄せください。のぶりんと一緒に歌って笑ってのびのびのび金で楽しんでね。メールはのび @jocr.jp まで。ではここでリクエストにお答えしたいと思います。はい。神戸は中央区のあくびきつねさんからいただきました。これ梅雨まだ明けてないじゃないですか、で、カーペンターズのナンバーリクエストいただいたんですけど、うん、to you 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 と梅雨ねということでこの曲なんだそうです。はい、ありがとうございます。カーペンターズ close to you。Why
do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. Why all the girls in town follow you, all around? Just like me, they long to be close to you. Got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair, a golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in the town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Just like me, they long to be close to you. ありがとうございました。あくびきつねさんからいただきました。じめじめ梅雨なのでということで、はい、ダジャレのようにリクエストいただきました。カーペンターズ Close to you でした。梅雨ってことですね。放送は AM558kHz、FM91.1MHz、ラジオ関西です。ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット高田。ジャパネット高田ラジオショッピングの時間です。はい。ジャパネット高田の長浜さん。原田さん、久米村さん、ラジオ関西沖の皆さん、こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。原田さんのお声が心配ではございますけれども、いや大丈夫なんですよ本当に大丈夫ですか。喋、り出してからだんだん良くなってきました。あ、本当ですか。はい、本当ですか。なんか本当にショッピングってまたね、ちょっとテンション高い感じで追い打ちをかけるようで申し訳ないんですけれども、いや僕は今日は余計にテンション高くしていきますので。もうじゃあぜひ、はい、お願いいたします。お願いします。さあ今日はですね、もう皆さんにぜひこのタイミングで決めてくださいという商品、最近一気に蒸し暑くなってきましたよね。はい、でそうなりますとちょっとね、今朝も寝苦しかったっていうような会話も増えてくると思うんですけれども、はい、そこでこの時期大人気の商品、おテイジンが作ったサラクリーン敷きパッドという商品のご紹介なんです。こちらですね、皆さんのお布団の上にこちらを1枚敷いていただきますと、うん、もう皆さんが横になったらもうすぐ分かると思います。あ、ひんやりして気持ちいいっていう商品なんですよ。あ、いいですねこれからね。でもう本当にこの時期大活躍で、うん、去年も人気で7月の途中でもうご紹介ストップしてしまったんですが、はい、今年ももう今まさに来ています。でまたこの週末ちょっともしかしたらね、一気にこの売れ行きが加速してしまうかもしれないっていう予想もしていますので、うん、もう逆に言えば今日がチャンスなわけなんですね。はい、で今だったらもうお届けも早くて、今日もう早いタイミングでお電話いただきますと、もう早い方だったら明日には届きますので。そうなんです。ですからね、もう蒸し暑いですから、もうぜひお早めにお願いいたします。これひんやりとしているだけじゃないんでしょ。そうなんですよ、ひんやりとしているだけじゃないというところ、まあ定人ですので、うん、この部分後ほど詳しく説明しますけれども、はい、はい、まずはですね、このひんやりがどれぐらいすごいかっていうところをちょっとご説明していきます。うん、こちらの商品には接触冷感素材というのを使っているので、もちろんひんやりするわけなんですが、お写真ご覧いただきたいんですが、手のひらの温度をサーモグラフィーで見た写真ありますよね。あります、はいはいはい、あります。これ敷きパッドを触った前と後でこれ手のひらの温度を比べているんですが、はい、色が全然違いますよね。全然違う。ねえ、これね、本当に触った後の手のひら青色になっていて、うん、涼しそうですよね。そうなんですよ。触っただけで？そうなんです、そうなんです。もうしっかり触るとこれ気持ちいいっていうのが分かるっていうのがこのテイジンの敷きパッドなわけなんですよ。すごい。ただですね、先ほど原田さんおっしゃっていただきましたけれども。テイジンですので、もうこれひんやりするだけじゃないんですよ。はい、ですからこれ私おすすめしているんですが、うん、やっぱりひんやりだけってなりますと、ちょっと寝汗をどうしてもかいてしまいますと、やっぱりジメジメってなって寝苦しくなると思うんです。はい、そこでこのテイジン、なんと除湿までしちゃうんですよ。実はですね、この中にシリカゲルという乾燥剤使われています、うん、おせんべいとかの袋に入っている乾燥剤なんですけれども、シリカゲルね。そうです、そうです。このシリカゲルというのを繊維に練り込みました。そうしますと、もうその練り込んだシリカゲルが皆さんのかいた汗をどん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 吸ってくれるわけなんですね。うん、ですからこんな実験してみました。掛け布団をかけた状態でこの敷きパッドを背中に敷いて、これあるのとないので湿度を比べました。はい、これさら敷きパッドなしだと 94.56% ってもうベタベタの湿度なんですけれども、敷きパッドを敷くとなんと 47.74% になったんですよ。で 47% ってまあ大体春先ぐらいの湿度だと思いますから、はい、もう春先のようなサラサラ感を感じていただけるっていうのがこのサラクリーンなわけなんですよ。うわ、すごいわ。そんな変わるんだ。そうなんです。でこれだったらもしかしたらエアコンの設定温度もね、これ下げすぎずに済みそうっていうのも見えてきますから、電気代の節約も期待できるっていうわけなんですね。はい、でしかもこの敷きパッド消臭効果まであるんですよ。匂いを取ってくれるの。はあ、そうなんですよ。汗の匂いの元のアンモニア臭とか酢酸もおよそ 98%、うん、それから
加齢臭の匂いの元まで 98% 消臭してくれるんです。へー、もうね、だってサラッサラしてる上に嫌な匂いもカットしてくれる敷きパッドって考えたら、うん、めちゃめちゃお得で快適ですよね。そうそう、いいねこれ。いい、めちゃくちゃいい。しかもですね、これ最後あの毎日使うものということで、これ清潔さも気になってくると思います、うんうん、これ実はですね、皆さんのご自宅の洗濯機で丸洗いも OK なんですよ。うわ、助かる。でしかもこれ乾くの早いですから、これ毎日清潔にお使いいただけるというわけなんですね。嬉しい、私洗いたいんですよこういうの。ね、そうですよね、ちょっとやっぱり汗かくと気になりますから、どうしても。これをパッと洗えるっていうのもポイントでございます。すごいな。さあ、となるとあとはお値段です。はいはい、これひんやりするだけでもすごいんですけれども、うん、で除湿消臭もして洗えるって考えたら、うん、ちょっとお値段お高いんでしょって思われた皆さん、今回ですね、このテイジンの敷きパッド1万円しません。お、シングルサイズで税込み8980円なんですよ。で8980円に送料だったらお得だと思うんですけれども、ただですね、1枚だけ買うってなるとちょっとご家族で誰が使うのってなると思いますので、2枚以上ご購入の皆さん、まとめ割がございまして、2枚以上ご購入で1枚あたり1000円引きいたします。ということは2枚以上ご購入で税込み7980円になるわけなんですよ。すごい。でこれだったらもうご家族皆さんでお求めやすいと思います。はい、もう本当にこの時期というか今ですね、ものすごく売れておりますので、ぜひぜひ皆さん、なくなる前にお早めにお願いいたします。はい、ラジオ関西聞いたれ0120-441-555番、0120-441-555番までお電話お待ちしております。はい、長浜さん、ありがとうございました。ありがとうございました。すごい。なおちゃん、これいいやん。ねえ、すごい。ねえ。いいなあ。もう私もう昨日の晩とか本当に寝られなくて、暑くて。そうやね。ねえ。もう嫌やね、あれ。いや、ムシムシして。もう背中にこう汗がね、こう。はいはい。なんかベタってしてるような感じとかね。熱こもってね。いやいや。いや、これいいですわ、うん。2枚以上のご購入で、うん、1枚あたり1000円割引になるというまとめ割というのもありがたいですよ。はい。ぜひ皆さん、シングルじゃなくて、セミダブルがいいわとか、ダブルがいいわっていう方も、お電話でね、ぜひ問い合わせてください。ラジオ関西を聞いたとお電話ください。0120-441-555番。0120-441-555番。最後に5が3つです。おかけ間違いのないようにご注意ください。ジャパネット高田ラジオショッピングの時間でした。はい。カルタのブロー、のびのび金曜日では、あなたのメッセージをお待ちしています。嬉しかったこと、楽しかったこと、何でもお寄せください。ナブリンと一緒に歌って笑ってのびのびのびきんで楽しんでね。メールはのび @jocr.jp まで待ってます。はい、いただきましたね。はい、これは岡山の方からね。岡山。はい、津山市の春さん。春さんでございますね。はい、6月も終わりですが、ずいぶん暑くなってきましたね。本当です ね、 ね、うわー、これやこれやこれこれって感じね。はい、夏の暑さね。本当に今日そういえば6月最後ですよね、金曜。そうですね。ね、30。そうやわ。あら、いや、明日から7月。そうです。うわ、夏ですよ。うん、沖縄とか奄美地方は、はい、梅雨明けしていますので、はい、本州もあと少しで梅雨明けすることになりそうですね、と。ちょうどなんか、そう、ちょうどタイムリーですよ。うん、梅雨の話。梅雨前線が活発化する影響で、うん、今日から明日にかけて西日本から東北の
日本海側を中心に広い範囲で警報級の大雨が降る恐れがあるということで。あら。で、気象庁は土砂災害とか河川の増水、氾濫に警戒を呼びかけているんですけれども、うんうん、特に九州北部、近畿、北陸で警報級の大雨となる可能性が高く、あさって以降も梅雨前線が停滞し、西日本を中心に大雨となる見込みということで、いやちょっと梅雨が明ける前にものすごい降りそうですよ。その降り方がね、はい、すごいんですよ。そう、大雨ですからね。今日もね、横断歩道渡ろうと思って、はい、信号待ってたら、はい、なんか、横殴りの風がばーっ吹いてきて、はあ、ほんで雨がドワーってきたんで急に。僕最初は木の葉っぱに溜まった風が、はいはい、風でそれがビャンってこうかかってんのかなと思った。ああ、葉っぱについてた梅雨が、そう、風でバッと来たと。違うね、突然来たんよ。怖い。うわ怖い思って。うわ。もう慌てて走ったけどね、横断歩道。はあ、なんかもう髪の毛もびしょびしょになって。あかんやん。風邪ひいたあかんやん。そんな声出してんのに。とんまやん。突然来る。それ今、六甲山ね。あ、降ってそうね。見えてないんよ。はい、見えてないです。ここから見えてるんですよね、いつも。そうそう。ね、ミリーヌが飛んでくるとこね。はい、はい、はい。いや、ちょっと向こうはもう、ビルがちょっと、なんか、雲の中にいますよ。ほんと。あ、向こう降ってんのかな。ねえ、降ってると思いますよ、これは。今、こっち、ハーバーランドは降ってないね。降ってないと思います。ねえ。うん。いや、突然変わりますから、皆さん、本当に気をつけてください。気をつけてください。はい。はい。ということで。はい。他にもありますか？他にありますか？うん、ありますよ。ありますよ。木津川市。木津川、はい。京都府の木津川市の64歳の。うんうんうん、はい。ジョン・レモンさん、ね。ジョン・レモンさん、はい。はい。ジョン・レノンじゃないですよ。レモンさん、はい。はい。ジョン・レノンさんはね、はい、もう天国行かれましたからね。そうですね。ノブローさん50周年コンサート楽しかったですね。ゲストにはきっと鶴瓶さんが来るだろうと予想はしていたんですが、大当たり。すごいですね。ね、清水さんは嘘やろ言ってたのに、うん、ジョン・レモンさんは来ると思ってたんですね。そうそうそう。どんな普通ね、はい、清水さんが思うっていう感じですけどね。はい、鶴瓶がね、はい、花道から登場でしたね。あ、そうでした。うん、はい、あれね、あの、すっぽんっていうのがあるんですよ。はい。あの、あそこほら、舞妓さんとか芸妓さんがね、はいはい、鴨川踊りっていうのを毎年やってはるでしょ。はい。で、こう、突然こう、現れてくるって。はい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 。下の方から。舞台の？舞台のね。下からせり上がるみたいな。そうそうそう。はい、花道にそれがある。へぇー、あー、あるね。で、ビューンってこうやってね、はいはいはい、出てくると、はい、そしたらお客さんが、おぉーって言ってね。はいはいはい。それをやろうかなと思ったんですけど、あの、リハーサルをする時間がなかったんです。あー。で、リハーサルしないと、いきなりっていうのは、やっぱり、あの、乗る方は、鶴瓶は怖いやろし、あー、ね、で、どうしていいのかもわからないし、はあはあはあ、やっぱりリハーサルができないんで、なるほど、ダメ、やめときましょうと。危ないからやめときましょうと。いや、危なくないんですけど、はい、なんかあった時のこと考えてね、うん。誰か代わりにやってくれたらよかったのにね。うん、僕がやってもね、あかんでしょ。何にもびっくりしませんからね。もう出てますからね。はい、次回は55周年くらいでやってねって。ああ、いいですね。あ、60周年までね。前にね。60まではちょっとね。なんで？不安やからっていうこと。違う。待ち遠しいからですよ。55周年。そう。だから間にちょっと、だから今回は、リハビリライブをやってからのポントチョやったじゃないですか、うん。はいはい。そのリハビリ代わりのものを合間にやってくださいっていうことなんですか。ちょっと早めに。55周年、うん、やってくださいと期待して待っています。本当そうです。で、伸び金コンサートも、うん、ぜひぜひ企画してくださいって。おー、ね、のぶりんのギターとはるかちゃんのピアノ、うん、なおちゃんのタンバリンがあれば最強のコンサートになりますもん。タンバリン叩いてないのに全然。のぶりんのギターで歌おうのオンエア曲だけで相当な楽曲がありますもん、はい、そうみたいですね。3時間くらいはやってほしいな。3時間ねえ、はい、そうやってね、リクエストもいただいてますから。すごーい。うん。いや、これね、伸び金のコンサートはね、うん、またやってみたいですね。ああ。年に1回ぐらいね。年に1回。うん。どこで
いや、その年歌った曲を。ああ、それは面白いですね。ね。はい。やるっていうの。で、皆さんと一緒に歌を歌うっていうかね。はい、もうみんなで歌えるようになってきましたからね。そうですね。お役に立ててるかどうかわかりませんが。いやいやいや。なおちゃんのね、タンバリン。タンバリン。なおちゃんのタンバリンのソロを聞きたいね。タンバリンのソロってどんな？もうずっとシャカシャカ言ってんの。うるさいやないですか。ちょっと、そこにタンバリンあるやんか。ありますよ。ちょっとやって。お？お？あ、こいつ陰で練習しとんな。してない。してない。練習してねえろ。してないんですって。前よりだいぶ前なってるやんか。今、ものすごく頑張りました、今。できてるやんか。自分でもちょっと、あれ、できたわっていう。今日はなんとなくできた。あ、そうか。何ですか？ギターで歌うのコーナーで。はい。はよタンバリンソロやらせてくれって言ってんだよね、今。違う、言うてないです。ちゃうか？言うてないです。ちゃうか？はい。これは、ギターで。うん。青春旅情を弾けるようになりたいさん。ああ。ちゃうわ、ラジオネームはひよこさんやん。はい。滋賀県の方ですけどもね。はい。中学の時に、あのねのねさんのラジオで、うん、思春期の悩みを吹っ飛ばして、今63歳、楽しい人生を送っています。うん。女性ですね。63歳の女性。素晴らしい。のぶろさんのおかげです。うん。主人は68歳。はい。なぜか50年くらい前に買ってほとんど使わなかったギターをボロンボロンと練習しております。へー。なんとか頑張って青春旅情が弾けるようになったら私も口ずさみたく思っています。へー、いいですね。10年後と言わず、うん、京都のライブハウスでも開催してください。本当に皆さんそんな感じですね。みんな待ってるんですよ。でも歌舞練場以上に、うん、京都のライブハウスとかね、やったらね、うんうん、完売ですね、とね。うん、まあですね、でも開催を待ってます、ということでね。うん、嬉しいですね、こうやって。また聞きたいですっていうね。ぜひお願いしますよ。はい、ありがとうございます。はい。なおちゃん、なんかありますか？ありますよ。滋賀大見八幡のカシオさんでございますが。はい。のぶろさん、うん、声がやばいですやん。は？あ、今日のね。はい。はい。私は呼吸器疾患があって、ああすぐに喉の調子が悪くなるのですが、うん、たまにのぶろうさんみたいに痛みはないのに声がかすれることがあります。ああ。声帯が疲れてる状態なので無理はしないでくださいね。ああ。1時まで裏声で、いや、カンカン、お大事にしてくださいって。他にもゴン太くんです。はい。大阪高槻からいただきました。のぶろうさんお声大変そうですね。くれぐれもご自愛くださいませ。さて、今日は勇気を取りまして、はい、日曜まで3連休です。そこであいにくの天候ではありますが、今から天満あたりの居酒屋で昼飲みをしに行こうかと考えています。いいの。平日の昼間から飲むというのは最高の贅沢ですからね。のぶろうさん、小井村さん、お昼から飲むことありますか？いや、昼ね、飲みてね、うん、ほんまに酔うよね。あ、そうですか。なんか酔うわ。飲むことあるってことですね、じゃあ。いや、それから、お休みの日に？夕方っていうか、もう、5時ぐらいでも明るい。ああ。で、明るいとこで飲んでると、はい。なんかものすごい悪いことしてるような感じで。学校の屋上でタバコ吸ってるような感じ。前に一回、うん、その伸び金のスタッフと一緒に、うん。4時ぐらいかな、ビアホール行ったことありますよ。あれは楽しかったな、やっぱ明るいうちにみんなと飲むっていうのが。なんかね、はい、悪いことしてる感があって、なんかちょっとやんちゃな気持ちになるよね。そう言われてみればそうでしたわ。あるよね。やんちゃな気持ちになりました。はい、なんか学生服脱いでね、セーラー服着てるような感じでね。どんな感じですか？もう一方だけいきますね、はい、いちごパフェさんです。徳島の方ですよ、うん、ああラジコで聞いています、はい、渋い声も素敵ですがのぶりんは甘い声が合ってるかな、無理しないでくださいね。 ありがとうございます。みんな心配してくださってます。いや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 、これ岩手の方からもね。岩手、リアスウニコさん。リアスウニコさん、はい、知ってんの？いや、もうメッセージくださいますよ。あ、そうですか。はい。54歳の女性です。はい。海が見えるラジオ局、うんうん、何ですか？
と気になりました。今年は、はい、こちら、熊がすごい。岩手？熊がよう出るんや。熊が出ましたと、町内放送が多いです。どうしたんでしょうか？餌が減ってんのかな？人里が怖くないのか？うん。のしのし出没しています。徒歩出身なので、うん、歩くことが出身、ちゃうわ。何？徒歩出勤や。あ、徒歩出勤ね。徒歩出勤なので、はい、毎日気をつけながら歩いています。ああ。ここの平郡っていうとこですか？へえ。九つの都の郡ですね。はい。いや、気をつけてくださいね、これ。気をつけてください。走ったらあかんらしいね。逃げようとしたらあかんらしいね。だって前は、熊よけに鈴とかつけてたりするじゃないですか。うんうん、今はなんか、鈴つけてたら熊が人間が来て美味しいもん持ってると思って寄ってくるっていう話も出てきてるそうですよ。あら、どんどん賢くなってるね。そうみたいですね。いや、走ったら、絶対ね、うん、熊の方が早いねって。早い。早いって走ったことあんの？いや、もう、そんな、ようやってますやん。あ、でも、なんとなくビデオでね。自分がもし遭遇したらってシミュレーションみたいなのしません？でも僕は死んだふりしようかなと思ってんだけど。死んだふりもあかんのちゃう？あ、入らへんの今。いや、もう熊賢いもん今。賢いな、うん、やばいな。やばい。気をつけようね。気をつけてくださいね。ほんまに気をつけてくださいね。はい、岩手の方のね、はい、ニュースですけども。ほんまですね。おー、そうか。はい。はい、ということで。まだ、まだありますよ。まだありますよ。はい、まだどうぞ。まだどうぞって。夜が暑い。夜が暑い。大阪岸和田です。はい。夜が暑いですね。夜に、家に帰ってきたら締め切って出かけるせいもあり、うん、ここはエアコンつけざるを得ない感じです。ああ。いやー。外から帰ってきたら、うん、体も暑いですし大阪の、岸和田の安井飯さん44歳お44歳は暑いわ44じゃなくても暑いよ。いやいやいや、だから僕らの70越したらね、はい、ちょっと寒いもん。エアコンがほんまに？ほんま。でも私らお年頃になってきたらいろんな暑さが出てくるよ。いろんな暑さ。いろんな暑さ。変な暑さ。お年頃の変な暑さ。忙しいな。忙しい。汗かいたりひんやりしたりな。ほんまに忙しい。いや、若い頃に戻りたい。ほんまですね。原田信郎。のーびのーび金曜日。ここで島根県からのお知らせです。7月9日日曜日、大阪モノレールさんとのコラボ企画として、空高く飛ぶ島根県観光列車という特別列車を運行します。車内ではこの日しか食べられない特製アナゴ弁当や島根県のお酒をたっぷりと堪能いただけるイベントになっています。モノレールの車内に石見神楽の大蛇を飾ったり、恵比寿様が登場したりと、五感で島根を楽しんでもらえるのでは。運行は7月9日日曜日午後1時4分から午後2時47分、夕方6時4分から夜の7時47分の2回、万博記念公園駅から門真市に向かい、折り返して大阪空港まで走って万博記念公園駅に帰ってきます。またこの日は万博記念公園駅を島根県に染めます。まずステージでは、関西圏ではなかなか鑑賞いただく機会の少ない石見神楽を上演します。八丁市のお囃子に合わせて力強く勇壮な舞をお楽しみください。上演時間は午前11時30分からと、夕方4時30分から、1回目と2回目は異なる演目をご覧いただく予定です。そして、島根お祭り市場アットマーク万博記念公園駅と題して、その場で島根のお酒や赤点などを味わえるイートインコーナーや物産販売コーナーのほか、金魚ならぬ土壌すくい、大蛇のお面をかぶったりできる体験コーナーも楽しんでいただけます。
お問い合わせは島根県大阪事務所のほか、大阪モノレールのホームページでもご覧いただけます。以上、島根県からのお知らせでした。原田のブロー、のびのび金曜日ではあなたのメッセージをお待ちしています。嬉しかったこと、楽しかったこと、何でもお寄せください。ナブリンと一緒に歌って笑って、のびのびのびきんで楽しんでね。メールはのび @jocr.jp まで待ってます。のびのび広報室、このコーナーは伊藤園の提供でお送りします。世界中のいろんな場所からいろんなお客様をお迎えするコーナーです。はい、今日はですね、栃木県大阪センターから安野ゆうきさんにお越しいただきました。あ、ようこそ。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。すいません、今突然歌がかかってるんですけど、そうですね、これは実はやっぱり大阪センターに突然電話がかかってきまして、はい、とあるあの県の方から、栃木県すごいいいところなのに、あのまだまだあの PR が足りてないからPR する歌作ったから、これ活用してって言って CD プレゼントしていただきまして、その方、電話してきた方が作詞とかもされたっていうことでちょっと伺いまして、えらい売り込みやんありがとうございます。いや、ちょっと聞きましょうよ図書具祈りふたらさん自信や台風少なくていいところいいところそれそれデレスケデレスケデレスケこれ方言ですね、栃木県のそういう方言なんかもちょっとデレスケ、はい、そうなんですよ、ちょっとしょうがないなみたいな時に使うような方言なんですけど、ほんなあれかな、もともとはっていうか、はい、あの栃木の方なんですかね。あ、そうですね、これを多分作って歌手の方はちょっとあれかもしれないですが、はい、あの作詞された方は、はい、栃木にお住まいで、歌手の人に歌ってもらってはると思います、はいはい、歌っていただいたというか、使ってってすごいなんかあれですよね、使っちゃってみたいな、いい歌ですよね、これ ありがとうございます。盛り上がりますね、そうです、ありがとうございます。はい、ということで、はい、あの栃木のお話をしっかりと、うん、はい、ね、皆さんに、うん、もっともっと知ってもらおうと、そうですね、 PR していただこうということですね。で、それで大阪センターっていうのがあるんですか。はい、そうなんです。栃木県に大阪センター、栃木県庁の出先ですね、はい、ございまして、はい、いろいろと PR なんかさせていただいているところなんですが、はい、あの皆さん、あの、はい、栃木県はいらしたことございますか。あ、僕はあの、ナスとか。ナス、ああ、ありがとうございます。そうなんですか。ナス高原ってことナス高原で、あの、ゴルフ場あるでしょ。栃木県ゴルフ場たくさんあるんです、実は。はい。あのね、むちゃくちゃね、あの、高原ですからね。はい。ボールがめちゃくちゃ飛ぶんですよ。そう、気持ちのいいところで。すごいいいとこよ。そうなんや。うん。いいですね。私行ったことあんのかもな。小学校の時に。本当ですか。遠足かなんかで。間違えてない群馬とかと。そのあたりと間違えてない間違ってない。周りはどこがありますか。
栃木の周りって。そうですね。栃木の周りだと、やっぱり今の那須が有名なところになりますし、はいはい、あとは、やっぱり栃木は行ったことないけど、うん、日光には行ったことあるよ、なんて言われるんですけど、日光もあの、栃木県なんです。そうですよね。そうなんですね。日光も栃木県ですよ。そうなんです。あ、そう、あれ、栃木の北の方なんです。っていうことで。はい。そうだから、意外とみんな行ってる人多いんですよ。そうなんです。はい。あそこ栃木県だったんだ。あははみたいな感じで、はい、あるある。で盛り上がったりそうなんですか。するんですけど、そうやと思いますよ。不思議ね。でもね、もっともっと皆さんに PR しましょうよ。うん、そうなんです、ね。ぜひぜひ、ちょっと増えた日光であったり、那須とかはもちろんなんですけれども、はい、あとは結構グルメで最近人気な、宇都宮餃子であったりとか、はい、宇都宮そう。はい、これも県庁所在地が宇都宮なんですけれども、はい、そこの、はい、名物グルメということで、はい、ございますし、はい、あとは最近とても人気なのが、栃木の南の方に足利っていう地域があるんですけど、はいはい、そこの、足利フラワーパークの大きな藤の花が、これがまた人気でして、はい。ニュースとかで出てきますよね。そうなんです。結構メディアにも取り上げていただきまして、めちゃめちゃいいとこですね、はい。実は、すごいいいところなんですよ。そんなにいいとこがいっぱいあるのに、うん、みんな栃木と知らずに行ってるっていうパターンがあるということは、うん、控えめなんですね、栃木の方。そうなんです。ちょっと、やっぱりみんな、おとなしくって、ね、ちょっと遠慮しがちなのかな、みたいな、いいところでもありつつ、うん、ちょっともっと目立っていかなきゃっていうところで、大阪センターができたというふうに、はい。ああ、そうですか。考えています。いや、それからもう、自分らで楽しんではるから、うん、別に他の人が、来てもらわなくてもいいんじゃないみたいなことじゃないですか。自分たちのいいところは、まあ、自分たちが知ってればいいかみたいなところもあるかもしれないですね。なるほど、はい、なるほど。あると思う。ガンガン関西圏はね、うん、わしやわしやいうノリでね行きますけども。いやいやでも本当栃木もダメだこれちょっと見習ってもっと前に出ていきましょうっていうことでいろいろ関西に来てからはイベントを出させていただいたりだとか、はい、そうですか、はい、PR も頑張ってるところです。ねえ、いやそれもいっぱいいいとこあるから。ねえ、じゃあ安野さんはその転勤で来られてるんですか？そうです。私は栃木のその餃子で有名な宇都宮が出身です。はい、宇都宮出身。はい、そうです。ほんで餃子の匂いするんだ。する？ごめんなさい。しない。食べてまいそうやんか。あ、ね、食べたってって思ってちょっと焦っちゃいました。焦りません。宇都宮の人ってああいうの聞くと毎日餃子食べれるように思うんですが、そうじゃないんでしょ？ああ、でも、さすがに毎日っていうのはあれですけど、私の家の近所にもやっぱ有名な餃子屋さんありまして、行列できてましたね。はい。そうなんや。週1回は食べるって感じ。食べたいわ。ですね、もう家に冷凍餃子がストックしてあって、食べたい時に食べられるような感じです。美味しいよね。焼くのも上手なんですよ。焼くのも上手なんです、ね。焼くのもね、まあ。焼いても美味しいですし、水餃子にしても美味しいですし、お店に行って、で揚げ餃子とか食べても美味しいですね。はい、いろいろと。いや安野さんってすごい肌が綺麗やと思う。本当に綺麗、うん。そんなことないですよ。白くてね。白いよね。うん、栃木の女性っていうのはこういう感じですか？あ、そう、そうですね。色の？あ、じゃあもうそういうことで、はい。あ、でも本当、自然が豊かですし、水もすごく綺麗で、自然豊かなところで、ストレスもなく多分皆さん過ごされてるので。おおらかですよね。あと、温泉もすごくあるので、温泉、はい、もういいわ。皆さん、そういうところで疲れてるなって方には、もうぜひ本当来てリフレッシュしていただきたいですね。はい。しに行きたいですよね。行きたい行きたい。ちょっといろいろ教えてくださいよ。そうですよ。で、そのすごく魅力たっぷりの栃木県なんですけれども、うん、やっぱり広く皆さんに知ってもらいたいっていうね、今思いが。ようやく芽生えてきたということで、大阪でも近々イベントがあるんですよね。そうなんです。大阪センターが、はい、来月で実は設立5周年を、おかげさまで迎えることができまして。本当に5年なんですね。そうなんです。やっとですね。やっと5年っていうところで、わーっていうところで、ありがとうございます。はい。で、それは皆様への感謝の気持ちも込めまして、はい、大阪の天神橋筋商店街ですね、はい、日本
一長いという商店街の、はい、2丁目のところに、はい、広場が、憩いの広場っていうところがございまして、はい、そちらで、イベントを2日間、7月2日3日の日曜日、月曜日ですね、うん、やらせていただくこととなりました。はい。2丁目って言うとあれでしょ？南森町の。そうです。駅のね。はい。あるとこですから。そうなんだ。私もよく利用してる駅ですけども。もう降りてすぐのところで。わ、はい、かりやすいところですよ。だから大阪メトロ南森町駅の3番出口を出てすぐという。ああ。で、この3番出口をね、皆さん目安にね。はい。見ていただくといいですよね。ぜひぜひ。はい。あと、JR 東西線の大阪天満宮駅の7番出口からも徒歩2分ということで。なるほど、なるほど。どちらからでもアクセスしていただけます。はいはいはい、JR でもね。はい。はい。地下鉄でもね。はい。はい。で、どんなことが行われるんですか、この日は。はい、で、こちらですね、もう何回かお話し上がっている名物の宇都宮餃子、お持ちいたします。食べられるんですか。そうなんです。ちょっと冷凍餃子なので、はい、ご自宅で皆さん調理していただくようにはなるんですが、はい、すごい栃木で行列ができるお店さんの餃子お持ちしますので、はい、で、まあ、めったにこちらでは手に入らないかと思いますので、ぜひぜひこの機会にお試しいただきたいなと思っています。はい。はい、他には、はい、あとはですね、うん、実は栃木県って誕生して今年で150年の節目を迎えるんですけれども、はい、その栃木県ができた頃からある、うん、創業明治5年の老舗のマスキンという和菓子屋さんがあるんですけれども、はい、そこの生どら焼き、これ冷たいスイーツなんです。中に生クリームが入っている、すごい今暑い時期にすごいおすすめの、はい、スイーツでして、こちらもこれは初めてですね、ここの場所では売らせていただく商品でして、はい、ちょっと別のイベントで売った時なんかはもう大人気で、毎回売り切れちゃうようなもう商品なので、はい、これはもう今回目玉の一つということで。いや、本当いいですよ、これ。ねえ。生どら焼き。はい。食べてみたい。食べてみたい、食べてみたい。ね、食べられるものも目白押しですけれども、いろいろとなんか他にも名産品なんかも売られるんですね。そうです。はい。それ以外にもですね、はい、いろいろ本当栃木県の有名なお菓子であったりとか、うん、そういったもの、なかなかこちらでは手に入らないものばかり、取り揃えておりますので、はい。ぜひ、この機会にですね、手に取ってみていただけたら嬉しいです。すごい。行かないと、実際本当は食べたりね、はい、買えないものが、来ていただけるっていうのはすごいありがたいですが、でも栃木県ってゆるキャラマスコットもあるわけですか。そうなんです。この日は、はい、栃木県のマスコットキャラクター、はい、とちまるくん、とちまるくんが応援に2日間とも来てくれることになりまして、はい、はい、お時間が合えばぜひとちまるくんともお写真など撮っていただけるかなと思います。とちまるくんってどんな感じ。栃木県の県の木が、はい、とちの木という木が、はい、はい、マロニエとも呼ばれていると、はい、呼ばれている木なんですけど、はい、その木になる実、土地の実の形、妖精さんっていう形で、はいはい、ただこっちだとちょっとたこ焼きと間違われちゃう。少し似てるんですよね。今回のこのね、天神橋二丁目商店街、憩いの広場で行われる、このイベントにこのちょっとおチラシいただいてるんですけど、はい、ここにこの乗ってるこの、あ、そうやね。ちょっとまん丸やからね。そうなんです、ね。たこ焼きに似てる感じ、ね。そうなんです。土地の実が、上がちょっと茶色で、はいはい、下が、ちょっと、こう、肌色みたいな色しているので、まさにちょっと、見た目、はい、たこ焼きに、確かに言われると見えなくもないな、なんて思っちゃうんですけど。違うんだよ、ということですね。そうなんです。たこ焼きじゃない丸ってよく、言ってるんですけど。ない丸で、土地丸くん。土地丸くんも登場するということですから。はい、ぜひぜひ。かわいいやね。本当に可愛いです、うん。ありがとうございます。すごい。ちなみに関西から栃木県に行く場合っていうのは、どうやって行ったらいいんですかね？そうですね。わかりやすいものからですと、はい、まずはやっぱ新幹線で来ていただく方法がございまして、うん、はい、はい、はい。で、まあ、東京まで来ていただきましたら、うん、あとはもう東北新幹線に乗り換えていただくと、うん、もう1時間かからず、50分ぐらいで宇都宮、先ほどの餃子の有名な宇都宮まで来ていただけますし、はい。宇都宮で降りずに、もうあと20分ぐらい乗っていただけば、はい、先ほどの高原リゾート、那須の入り口にあたります、那須塩
原という駅に到着しますので。那須塩原ね。はい。はいはいはい。いいな、いいな。これなんか新幹線を乗り継ぐっていうのもなんかちょっとワクワクですよね。そうなんです。はい。東京で、もう乗り換え新幹線から新幹線ですと、私帰る時まさに使ってるんですけど。東北新幹線乗ってみたいわ、はい。もうすごく簡単でサクッと行けますので。はい。いいですね。音がするんですか、サクッ。サクッっていう自分の心の中でちょっと。心の中でのね。今回もサクサクだなって。栃木の方は控えめですから、心の中でサクサクなんですよ、ね。あ、簡単だな、もう大阪からすぐ帰れちゃうなっていつも思ってます。簡単だ、簡単だ、まるーっていうね。そうなんですよ、まるーって。すごいですね。東京まで行って、はい、そこからですね。わかりやすいですね、そしたらね、うん。そうなんです。東京までまず行きゃいいんですもんね。そうなんです。あと、もう一つおすすめなのが、うん、はい、東武鉄道さんを使ったルートでして、はい、これ日光の方にいらっしゃるのであれば、はい、こちらもすごくおすすめでして、はい、浅草であったり北千住あたりから、はい、出てるんですけれども、今年7月の15日からですね、うん、スペーシア X という新しい新型の車両が運行開始するということでして、こういうのは鉄道好きの人にはもう、はい、もうものすごく乗ってみたいっていうやつでしょ、はい、なんです。もう予約がかなり殺到しているという噂は聞いておりまして、見たいですね、ぜひです。こちらも平日とかでしたら比較的予約も取りやすいですし、はい、行きと帰りでね、帰りルート変えたらいいですよね。ですね、はい、そしたらどっちもね楽しんでいただけるかと思います。スペーシア X っていうのは7月の15日からなんですって。ああ、そうなんや。はい、夏休み入ってますから。もうそろそろ、ね。早いんですか、スピードは。あ、じゃあ私もなんで、ちょっと乗ったことがなく、噂でしかっていうところなんですが。7月15日。はい。あ、そうやね。はい。まだ誰も乗ってない。いや、東京から、栃木まで、はい、あ、時間どれぐらいで行けるかとかっていうの分かるんですか？そうですね。日光まで乗り換えなしでもうそのまま行けてしまうので、だいたい2時間半ぐらいあれば、はい。で、これ、車両自体がすごくこう、おしゃれな凝った作りで、はい、外の風景なんかも見やすい大きな窓がついてたりだとか、もう乗ってるだけで旅行気分もうゆったり楽しんでいただける。景色がまた違うんだろうね。そうなんです。緑がいっぱいって感じですか。そうなんです。だんだんとこう都会からそういう田舎の自然豊かな景色に移り変わってるところもお楽しみいただけるかと。はい。あっという間じゃないですか。なんか時間的に時間だけ聞くと、うん、なんか大阪東京間と同じぐらいの時間乗ってる感じですけど、うんうん、やっぱり新型乗って景色見て、はい、もう着いたっていう感じなんでしょうね。もう本当に降りたらもう日光の本当目の前っていうところですので。いいなぁ。神戸、ね、神戸からってどんな風にしたら行くのが一番便利なのかな、うん、はい、そうなんです。神戸ですと、やはり神戸空港さんから。はい、あ、飛行機、そうなんです。飛行機を使っていただくルートがございまして、はい、栃木県の隣の茨城県さんに茨城空港という立派な空港が使いやすい、コンパクトな空港がございまして、そちらまで行っていただいたら、はい、お車運転できる方でしたら、うんうん、そこでレンタカー借りていただいて、うん、はい、で、もう栃木だけと言わず、もう茨城と栃木両方楽しんじゃえっていうプランが。なるほど、ね、はい、レンタカー借りて。いや、優しくないですか？栃木だけじゃなくて茨城もっていうところが。そうなんです。茨城県もいいところなので。で、茨城の人も栃木応援してはったりとかするんですよね。そうなんです、そうなんです。いいですね、はい。その心が本当素敵ですね。じゃあ飛行機、どんな感じでも行けるわけですね。そうなんです。あとはちょっと神戸から少し離れますが、伊丹空港を使っていただくと、今度は福島県さんですね、はい。栃木の上の隣が福島県さんなんですけど、はい、そちらからやっぱり車で30分くらいで、那須まで来ていただける。そうなん、はい。なんで福島から30分で。そうなんです。実はそっちのルートもあるということで。すごいですね、本当ね。いや、もうぜひ皆さん、自分の都合のいいルートでね、はい、行かれるといいかなと思います。ぜひぜひ。なるほど。で、なんか今日なんか試食も持ってきていただいた。はい、これなんですか？そうなんです。こちらですね、はい、今度ある、5周年のイベントで、はい、先着でちょっとお買い上げいただいた方に配る予定なんですが、はい、栃木といえば日本一の生産量を誇るいちごということで、はい、今回いちご味のパンが入った缶詰、パンの缶詰というものをお持ちしました。いやいや、もう後からゆっくりいただきましょうよ。そうしますか、後からゆっくりね、うん、はい、もういい香りが、いい香りがしてますから。いい香りがしておりますけれども、そちらも配られるということなんですね。はい、いや、ありがとうございます。まあ、いろんなものをね、はい、
見てま、あ、でもやっぱりちょっと食べてほしいんだ。食べてほしい。よかったら。いや、それやったらいただきますよ、もちろん。ぜひ召し上がってください。いいですか。ぜひぜひ。まあ、カンカンの中にパンが入ってるんでね。そうなんです。パンもね。うわー、これ引っ張り出しますね。ありがとうございます。うわー。これ、はい、栃木県でパンのそういう会社やってる方が、うん、長期保存できるパンを作りたいということで、はい、お作りになりまして、はいはい、で、いろいろ、実はこれ普段、皆さんのそう、災害の備蓄として、使っていただいたり、いいですね、はい、今は、ウクライナで困っている方への支援にも、長期保存ができますので、使われていたりということで、もう、グローバルに活躍している缶詰でございます。いや、これね、めちゃくちゃ美味しい、ありがとうございます。いや、なんでなんでってなった。いや、こういう缶詰のパンとかってね、はい、あんまり味は期待できないやんか、はい、そうなんです。これすごい柔らかい、本当にもう、うん、普通に売ってるパンかなっていうぐらい柔らかくて美味しいパンですので、ね、ぜひぜひこれも、いいですね、はい、ごちそうさまです。ありがとうございます。こちらもね、ぜひ皆さん食べていただけたらなと思います、はい、で7月の2日、うん、そして7月の3日の2日間行われるんですね。天神橋2丁目の商店街の憩いの広場ですから、はい、こちらの方にもぜひ皆さん足を運んでいただけたらなと思います、ね、お願いします。美味しいものいっぱい ねいただけます ねそうです。じゃあぜひ最後にもう一度 PR をお願いします。そうですね、こういった機会でなかなか皆さん栃木県触れる機会ないかと思いますので、はい、これを機にぜひ見ていただいて、あとは栃木県大阪センター Twitter、Facebook でも情報を常に発信しておりますの で、はい、SNS をお持ちでしたらぜひ一度栃木県大阪センターで検索してみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。栃木県大阪センター安野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、さあ、安野さんに番組からプレゼントです。伊藤園の多いお茶、まろやか。国産一番茶を 100% 使用。うまみ贅沢抽出製法で、お茶のまろやかな甘みが引き出された美味しい緑茶になっています。味作り、デザイン作りには Z 世代の若者の声も取り入れたという新商品。こちらを飲んでますます PR 頑張ってください。ありがとうございます。いただきます。今日はありがとうございました。このコーナーは伊藤園の提供でお送りしました。名曲街の歌、1950年代から80年代ヒット曲の中から全国の地域や場所と深く結びついた曲を集めた CD ボックスです。作家や歌手のふるさとや旅先の思い出が形になった楽曲、小説や映画の舞台となった場所などと深い縁で結ばれたヒット曲だからこそ、聴く人の感動が呼び起こされます。名曲街の歌、レコード会社、音源会社16社が協賛、全90曲を収録。楽曲の丁寧な解説と歌詞の入った豪華ブックレット付き。CD5 枚組で税込み価格1万1000円。送料はラジオ関西プロダクツが負担いたします。お申し込みは電話 078-362-7722。078-362-7722。ファックスは 078-362-7404。078-362-7404。またはラジオ関西プロダクツのホームページまでどうぞ。のブロのびのび金曜日ではあなたのメッセージをお待ちしています。嬉しかったこと、楽しかったこと、何でもお寄せください。ラブリンと一緒に歌って笑ってのびのびのび金で楽しんでね。メールはのび @jocr.jp まで待ってます。0120用意しな GO! 快適生活ラジオショッピングです。河野さん、はーい、原田さん、久米村さん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。早いもので6月今日で終わりですね。ねえ。そうですよ。という間ですけれど、快適生活6月は決算月で盛り上がっておりましてね。うん、はい。はい、今日決算ラストデーとなりまして、もちろんお得に持ってまいりました。やったー、やりました。
もうこのね、じめじめっと、むわっとして、蒸し暑い季節ですのでね、うん、この季節になると、水虫、しつこい水虫で悩んでいる、水虫と戦ってるっていう方、それから汗の匂い気になる脇がのケアだったら、こちらお任せくださいという商品を、決算ラストでお得に持ってまいりました。これ光を当ててケアできる、まあ、自宅でね、簡単にケアができるアイテムなんですけれども、実際たくさんの方からお喜びの声も頂戴しております。家庭用紫外線治療器のスーパー UV スカット、リスナー皆様、お値引きの方法でご案内しますので、どうぞお値引き額を、最後まで聞いてくださーい。はーい。楽しみです、はい。水虫や脇がが簡単にケアできる医療機器ですよね。そうなんです。これすごい人気なんですけど、うん、お値引きの方法気になりますよ。ありがとうございます。どうぞご期待いただきたいんですけれども、はい、やっぱり水虫ってね、ちょっと繰り返しぶり返したりとか、もうこの季節になったらしつこくって戦ってる、もう蒸れたりとかしてね、もう雨も多い季節だったり、またこれからどんどん暑くなってっていう水虫と悩んでる方、うん、また汗のかく季節ですから脇がで悩んでるっていう方おすすめなんです、うん、もうなんといってもやっぱりこういうお悩みってデリケートなお悩みですので、これを家でですね1日1回でいいんです。1分間から5分間ほど気になる足脇の下に光を当てるだけで、水虫の原因菌である白癬菌、脇がの原因となる細菌をなんと死滅させることも明らかになっているんです。しつこい水虫や脇がの原因となる細菌が死滅ですか？頼もしいんです。ね。はい。実際今までいろんなケアを試したんですけれど、実感できなかったわっておっしゃる A さんからも、この紫外線治療器を使い始めて、ほんのわずかの期間で軽減できた。と嬉しい声も届いてますし、若い頃から両足の水虫悩んでいましたっていう男性の方も、2週間光を当てること続けました。すると皮がめくれて白くなっていた部分がなくなってきて、1ヶ月で軽減できたようですという声が届いたり、嬉しくてね、ちょっとこうやって良くなりましたよっていうお手紙くださった方もいらっしゃるぐらいですし、また別の男性も白かった爪が今では7割ほどピンク色になって正常に戻ってきているんだともおっしゃっているんです。へえ、長年の水虫が良くなったんですよね。良くなったんです。本当光を当てるだけでね、自宅でケアができるという、まあ、紫外線治療器なんですが、ここに使われている光は公的機関において実験も行っておりまして、想像するとね、肉眼で見えないのでドキッとしてしまうんですけれど、およそ230万個もの、うよいよいよとうごめく白癬菌に、わずか5分間、この光当てました。すると、白癬菌が死滅することも確認されたんです。いや、これは頼もしいですね。頼もしいですよね。あと、脇の下の匂い悩んでらっしゃる方もおすすめしておりまして、脇がアポクリン腺から分泌される汗に細菌が繁殖して起こる匂いが原因って言われてるんですけれども、まあ、この細菌に対しても、光を照射することで、死滅させることも確認されているんです。原因菌に働きかけてくれるから、はい、しっかりとパワーを実感できるっていうわけなんですね。おっしゃる通りなんです。でもね、強力な紫外線治療器ですから、お肌には大丈夫なんですかね。わかります。なんか紫外線で言うと肌焼いちゃうようなイメージがね、どうしてもあるんですけれども、はい、こちらは、波長の長い紫外線を採用しておりまして、はい、皮膚へ与える影響が少ない範囲で働きかけてくれるんです。ですので、脇が水虫に対する効果がきちんと確認された医療機器となっております。ちょっと病院の待合所に置いてあるスリッパをこうチーンとする消毒、あれも紫外線応用しているものですし、美容室とか美容室でもね、ブラシをこうチーンと消毒する、あれも紫外線なんですよね。まあ、そういった原理を
応用してるんですけれど、見た目もね、パッと見た目が何かが分かりづらいので、これいいですよ。デリケートなお悩みにミニミニドライヤーみたいな形してまして、はい、片手で握りやすくって、ドライヤーでいうところのこう風の吹き出し口ありますよね、はい、ここからこう光が、あの紫外線ランプが出ますので、足の裏とか指の股とか足の爪とか脇に当ててください。時間も毎日たったの1分から5分ですから、あのいいですよ、いつ当ててもいいわけですし、暑いとか暖かいとかの感覚も全くありません。いや、これ毎日ね5分くらいならね、うん、忙しい方でも続けやすいですよね、日課にしやすいですよね、うん、はい、ぜひ皆さんデリケートなお悩み、自宅で光を当ててケアしてみてください。さあ、今日は家庭用紫外線治療器スーパー UV スカット医療機器です。お値段税込み1万800円、1年間のメーカー保証書と専用のサングラスもお付けしてます。クリニックへ通うことを考えたら格段とお安いと思います。うーん、本格的な水虫ケア、脇が対策ができて1万円ちょっとですか。安いと思うんですけれども、うん、ここからです、うん、さあ、決算月最終日、もちろんお安くいたします。お電話注文でお願いします。今日も素敵な魔法の合言葉、ラジオ関西聞いたよとお電話ください。これで1万円切ります。それだけで1万円を切るんですね。ちゃいます、ラジオ関西聞いたよとお電話いただきますと、うん、この時間100台限定、ネット価格からさらに1000円引きで税込み9800円、9800円、インターネットよりお安くお求めいただけます。いや、それなら電話で注文して安く手に入れたいです。ぜひとも手に入れてください。商品番号16番、スーパー UV スカット、光を当ててスカットケアしてください。税込み9800円で送料代引き手数料別です。ご注文は0120-40-1475、0120-40-1475、用意しな5です。携帯電話からも、0120-40-1475番、お電話お待ちしてます。はーい、河野さん。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。快適生活、ラジオショッピングでした。お届け、返品などについては、ご注文の際にお尋ねください。原田のブロー、のびのび金曜日ではあなたのメッセージをお待ちしています。嬉しかったこと、楽しかったこと、何でもお寄せください。ナブリンと一緒に歌って笑って、のびのびのび金で楽しんでね。メールはのび @jocr.jp まで待ってます。のびのびクッキングの時間でございます。はい、このコーナーの担当は桂ぽんぽこちゃんです。はい、料理上手は節約上手、桂ぽんぽこです。よろしくお願いします。お願いします。今日は放送室じゃないんですね。もうすいません、失礼いたしました。前回は失礼いたしました。戻ってきました。無事に終わりましたか。無事に終わりました。うわ放送室からね。そうですよ。すいません、失礼しました。先週はね。あの日はだって落語もやって、講演会もするっていうね。すいません。すごい。ね、お忙しいよね、今。まあ、今だけです、本当に。今だけです。そんなことないよ。そんなことないですよ。これからもずっとやで。ありがとうございます。はい。で、今日のお料理は？はい。今日の料理はですね、もうちょっと時間がない時にパパッと作れるパスタを紹介していきたいなと。パスタ好き、大好き、パスタ。いや、パスタって結構時間かかんちゃうの。いやいやいや、一番簡単です。普通にご飯作ろうと思ったら、もうご飯炊いて、味噌汁作って、おかず作ってって、もう気狂いそうなんですけど、うんうんうん、パスタだと一品で完成なんです。一品でか、なるほど。一品で完成なんです。なるほど、なるほど。あとはもうキュウリかじっといたら大丈夫なんです。
面白い。めちゃくちゃ楽なんで。今日じゃ何パスタですか？今日はカルボナーラを。おー。カルボナーラ。めっちゃ人気ですよね、カルボナーラって。もう子供なんか一番好きなんちゃう？好きですね、クリーム系の。で、また外で食べたら高くないですか？あー、高い。高い。高いんです。で、男の人カルボナーラ好き多くないですか？あ、そうですか？はい。なんかね、ちょっと、体傷んでる時？どういうこと？体傷んでる時ね、カルボナーラ食べるとね、なんか、ほっとするのよね、なんかお母さんの味？いや、お母さんに作ってもらう。いや、違う違う違う。じゃあ、じゃあ、じゃあ。絶対違う。どっかの女の味やで、ですよね。と思います、私も。お母さんにもね、どっかの女にも作ってもらったことないけども。ないんや。いや、ほっとするんですよ、あれ。何やろ。何の味やろ、あれは。ミルクの、ミルクか。ミルクかな。ミルク入れんのあれ。ミルク。カルボナーラって。本当は生クリーム使うんですけど。今回はもうちょっと節約のために牛乳で代用してます。でもすごいことですよ。もうポンポコちゃんがちょっとなんかもう、もう、なんも用意はんまみたいな雰囲気やで。触れられへんみたいな、ポンポコちゃんが。そんなことないです。いや、違いますよ、別に。カルボナーラに対してな、別に、やましい気持ちは何もありません。ないんですか？ないんですか？ありませんよ。すいません。はい。では、お願いいたします。はい。材料から、はい、材料から、うん、はい、今回ですね、材料がまずパスタ、150g から 200g、うん、これも好きな量で大丈夫です。これ何人前ですか？大体 100g が一人前って言われてるんですけど、うん、結構やっぱ男の人とか 100g で足りない人が多いので、うん、150g ぐらい食べたい人がいたら 150g だし、100g で大丈夫な人は 200g で2人前作っていただけれたら。なるほど。思います。いや、もうパスタは、はい、一人前って少ないよね。そうね。はい。いっぱい茹でてしまう。いっぱいね、茹でちゃいますよね。わかりました。はい。150から200グラム。お好きな量で。はい。で、それから卵が2つ。2つ。今卵高いんでね、贅沢なんですけど。それから、牛乳が100から 120cc。はい。これは、あれです。150の場合は牛乳100だし、200の場合は牛乳120に増やしてください。ああ、なるほど、なるほど。はい。はい。それから、チーズ。これは、本当は、何でしょうか、粉チーズみたいなの使った方がいいのかもしれないんですけど、うちに今粉チーズがなかったんで、これ、とろけるチーズ使いました。もう好きなチーズで好きなだけ使ってください。はい、はい。そして、ベーコン。これももう好きなだけ使ってください。はい。それから、ニンニク一かけ。黒胡椒。それから、コンソメ。これ 3g って書いたんですけど、だいたい、コンソメのキューブっていうんですかね。はい。うん、あれが 5g 前後なんです。それを、だいたい割っていただいて、2分の1もしくは、まあ、パウダー状のコンソメだったら、もう耳かき1つ分ぐらい。ちょっとだけ。はい、もうお好みで。はい。ちょっと入れていただくと旨味が足されますので。はい。はい。材料はこんな感じです。はい、作り方なんですけれども、うん、まずですね、パスタを3分短めに茹でてください。うん、へぇー。茹でるときはどんな感じですか？大きなお鍋で。お鍋で茹でてもいいですし、私、めんどくさいんで最近、電子レンジで茹でてるんです。はい。電子レンジで茹でる？電子レンジで。はい。使って。あって、100円均一で売ってて。へぇー。もう茹でられるんですよ。パスタを茹でるのが、はいはい、そういう容器があるの？容器があるんです。今よかった、すごい。茹でられるんです。そう、とやがお。よかった。茹でられるんです。茹でられるんですか。とやがおしました。いいです、すごく。電子レンジやったらすぐやね。そうなんです。早いね。すごい楽なんです。うん、で、ガス代も節約になりますし。はい。うん。で、まあ。私は電子レンジに茹でてるんですけど。じゃあちょっと短めに茹でるんですね。そうです。はい、大体お好みなんですけど、はい、大体3分前後短く茹でてください。はい。そうなんで。はい。で、その間にですね、別のフライパンで、うん、ベーコンと、それから、ニンニク一かけ。うん、で、もう、これ一かけなかったら、ニンニクチューブでもいいです。はい、ちょっとニンニク足していただくと旨味が足されますんで。はい、で、それで、ちょっと角の忘れちゃったんですけど、ここにオリーブオイルあったら、ちょっとだけ出してください。うん、でも、なかったらもうベーコンから油出てくるの頑張って待ってもいいですし、ただでもフライパン結構焦げつくんで、ちょっと油足した方がいいと思うので、はい、ちょっとオリーブオイル足してください。はい、で、それ今混ぜ込んでいただいて、うん、で、まあ、ベーコンがカリッとしてきたら、そしたら、まあ、3分短めに茹でたパスタをこの中に入れて、うん、で、お玉を、大体、半玉ぐらいかな、うん、半玉ぐらいの茹で汁を足してほしいんです。で、ここで、しっかりと乳化って言うんでしょうか、はい、
こう、水がですね、もったりしてきて、パスタに絡まってくるようになるんですよ。もったり。あの、トローンとした感じね。はい。はいはいはい、もったりしてきたら、そしたら、ここにコンソメを足して、味を整えます、はい。この時にちょっと味見をしていただいて、ちょっとしょっぱいなぐらいで。あ、ちょっとしょっぱいながらいいですね。ここはもう、あの、お好みです。なるほど。あの、味薄いと思ったら塩足してもいいですし、はい、もうお好みで、ちょっとしょっぱいなぐらいの味付けにしてください。はい。で、いい感じだなと思ったところで、火を止めて、はい。ここでですね、卵と、卵の、ごめんなさい、卵黄だけです。はい。卵黄だけと、はい。それから牛乳、それから好きなだけ入れたチーズを、ぐるぐるにかき混ぜてください。うん、うん。ぐるぐるにかき混ぜて、火を止めたフライパンの中に入れて、手早くかき混ぜて出来上がりです。へー。これ写真があるんやけど、はい。写真にはあの、まだあの、卵黄を。はい。いや、だから、卵黄2個のうちの1個。そうなんです。1個。一個はかき混ぜて。一個は全体にかき混ぜて、で、もう一個は贅沢にもう一回乗せちゃいます、卵黄を。結構、今までそんな材料を贅沢に使ってるった時あった？なんかちょっとお金入ってきたんだよ。すいません。ちょっと今回は。今回はちょっと。卵2個作ってんねんで、一人前に。すいません。やりすぎました、ちょっと。でも、だって、ほら、チーズも好きなだけですから。好きなだけ。あ。もう今稼いで入ります。かなり稼いでるね。すいません。すいません、ね、ヘンデルの稼いぜ。だってパスタ茹でる道具も。そうなんです。こうてはりますから。うわ。そうなんです。ちょっとバブってきたよ。ポンポコバブってきたよ。稼いでいいいい、いい感じです。美味しそう、これ。美味しそうです。すごい美味しそう。すごい簡単なんで、作ってみてください。そんな簡単にできるの？ベーコンと卵だけでいいのか。そうなんです。もう、でもお好みで、まあ、玉ねぎ加えても、キノコ加えても、これも本当お好みなので。うん、カルボナーラって普通って言ったら失礼やけど、うんうん、何が入ってるのか、うん。あんまり具入ってないですよね、カルボナーラ。そうよね、うん。よう考えたらね。そう。うん。ベーコン、と卵があったらね、オッケーって感じ、ね。そんな感じじゃない。と、まあ、たまにキノコ混じってるかね。あ、そう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 。あ、キノコね。はい。美味しそう。いや、美味しそう。嬉しい。もうベーコンなかったらハムでもいいですし。あ、入れなくても、はい。もう好きなように。はい、すごーい。ちょっとだんだん皆さん、はい、ポンポコちゃん、バブってきたんだ。うちの家計に合いませんっていうね。材料代なんかちょっと高いわ。すいません、申し訳ない。言われないように、はい、お願いしますね。はい。ここ本当は生クリーム使うとこ牛乳使ってるんで、すごい。ここだけはちょっと、分かってもらいたい。分かってもらいたい。分かってもらいたい。ちょっとだけなんか、バブリーをちょっと隠そうとしてるね。隠そうとして、牛乳使いましたけど。はい。またこの作り方、ラジトビに上がると思いますから、はい、チェックしてください。お願いします。はい。はい。のびのびクッキングでした。原田信郎のびのび金曜日魚屋のおっさんのコーナーイエーイ。はい、魚屋のおっさんのコーナーでございます。はい、もうこれまでにはね、声直しておきたいと思ってたんですけど、うん、だいぶでも出るようになってますね。そうでしょ、うん、出るようになってきたよね。無理はあかんで。無理はせえへんで。無理はせえへんで。はい。はい。それでは行きましょう。うん、こちら、大阪は淀川区の、寿司カレーさん。はーい。のぶりん大使はポンポコちゃんに選んでいただきまして、のぶろうさんの書、はい、プレゼントさせていただきます。頑張ってください。はい。寿司カレーさんの おっさんは、元スマップのおっさんの歌です。おー。元スマップのおっさんの歌。うん。元スマップのメンバーの中で夏になるとコマーシャルによく出る人は誰でしょう？カトリセンコ。ああ、なるほど。カトリセンコ。カトリシンゴ。カトリシンゴ。イエーイ！シンゴ、シンゴ。なるほど。はい。こんな感じで作ってくださいというようなお手本でございました、ね、うんうん、すごいじゃないの、はい、寿司カレーちゃん。続いてこちらです、うん、はい、奈良県の宇田市、うん、はい、あ、昨日行ってきました、宇田市。タンタンタヌキのブラブラ散歩。なおちゃんごっつ喜んでね。なんかよう考えんなーと思ってね、上手に、ね、タンタンタヌキのブラブラ散歩。ちょっと字余り。
ポンポコちゃんと、うん、なおちゃん、ほう、ブロンソンの3連発って書いてある。ブロンソン、ブロンソンって何ですかね。3つあったんですけども、はい、なおちゃんのにだけにしました。わかりました、はい、なおちゃんがロックグループに下着の上から触られたモンダブラジャーズモンダブラジャーズモンタブラザーズイエーイでモンタ&じゃないのあれモンタ&ブラザーズすごいゲストに来ていただきましたよね。あ、そうやね、モンタさんね、モンタさんね、ノブロ、ノブロね、ノブロいつも元気やな。いや、そうなんでしたわ。ダンシングオールナイト。今日いけますね。今日いけるね。ぴったり、ぴったり。ほんまやわ。ヤブシのリーちゃん。リーちゃん、はい。旅行好きなおっさんの歌。おっさん、そんな履物履いて、どこ行くの旅。あ、シンプル。旅に行く。いいじゃん。大阪中央区の物理学者のおっさんの歌。はい、ナンバークイズのなおちゃんの答えを聞いて唖然としている。この人、何ニュートン？ああ、うまいな。何ニュートン？うまいな。いやいやわ。それ誰？ノブヤン。ノブヤン、ごめんごめん。名前言うの忘れた。大阪のノブヤンです。ノブヤン、もう、ノブヤンたらもう。物理学者のおっさん。物理学者の、はい、何ニュートン。神戸は西区の、はい、ラジオネーム、ポンポコ以上、ナオコミマンさんからいただきました。あ、もう顔が浮かぶわ、農家のおっさんの歌。はい、農家のおっさんが、田植え作業が忙しく、ひどく疲れてる、疲労コンバイン。ああ、なるほど。疲労コンバイン。疲労コンパイということですね。あ、うまいな。はい。リーちゃん。リーちゃん2回目ちゃいます？リーちゃん2回目やね。はい。じゃあ来週に回しましょう。最後になりました。はい。広末涼子さんの。サイン会に行ったおっさん。言います。はい。神戸はスマックの方です。はい。ハリー・ポチャリーさん。名前以外のハリー・ポチャリーさん。はい。広末涼子さんのサイン会をたまたま見つけて、予約制ですかと聞くと、こう言われました。並んどる順。並んどる順。やんどる順。キャンドル順。キャンドル順。すごい。これは面白い。攻めたね。すごい。以上でございます。いや、今ぴったり。1、2、3、4、5、6人。すごい。2人目。すごい。さあ、ポンポコちゃん、この中から1人。ノブリン大賞を選んでください。ちょっと今回もすごいすごいレベル高かったんですけども、はい、いやでも最後のやっぱ並んどるギュンがたまらなかったですよ。やっぱもううまかったですよね。うまかったヒュンだし、はい、並んどるギュン。はい。これ意味がわからない人も多いと思いますけど、はい、なおちゃん10秒で教えてください。あ、もう簡単です。広末さんのご主人の名前です。以上。ですよね。そうです。キャンドルギュンさん。キャンドルギュンさんですね。はい、よくわかりました。解説ありがとうございました。はい。ということで、はい、神戸のスマークのハリー・ポッチャリさん。面白い。ノブリン大賞でございます。はい。ノブリン大賞として、ノブローさんの賞、ポストカードをプレゼントさせていただきます。うん、はい。ポポコちゃん、ありがとうございました。ありがとうございます。魚屋のおっさんのコーナーでした。イエーイ！では、はい、メッセージなどもいただいております。
はい、ぜひご紹介お願いします。告知してもいいですか。告知あるんですってポンポコちゃん。告知してもいいですか。はい、いいよいいよ。今日この後なんです、はい、この後気楽館で、はい、私の先輩にあたる桂一之助兄さんという方が、うん、師匠の名前の春之助を襲名されて、桂一之助改め春之助襲名興行というのがありまして、はい、そこで私もこの後落語と興行で並ばせていただきます、はい、紋付き袴をつけて興行で並ばせていただいて、お兄さんにお祝いの言葉を述べさせていただきますので、よかったらあのこの放送聞いたって聞いたら行ったら当日も前売りで行けるはずなので、はい、はい、あのぜひ遊びに来てください。キラクカンですね。キラクカンです。何時からですか、はい、2時からです。2時から、もうすぐやね。すぐです。そんなバタバタで来てくれたんですか。工場も考えたんですね。大丈夫です。うわ楽しみですね。放送できるギリギリね、本当に。じゃあポンポコちゃんに会いにぜひ皆さんお出かけください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。原田信郎のびのび金曜日。奈良で生まれて創業98年、三着55,000円のオーダースーツで業界の常識を変えました、オーダースーツ専門店月村の月村太郎さんと電話がつながっております。はい、月村さん、どうもこんにちは、太くて朗らかと書いて月村太郎と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。オーダースーツでね、自分だけの一着というのは本当いいですよね。本当にいいと思うんです。表地と裏地とボタンとネーム地と全部選んで、それができてきた時の楽しみなんていうのはやっぱりもう他じゃ味わえない良さですし、やっぱりね、こう自分だけの一着っていうこともあって、こうスーツ姿にね、まあ、もちろん見た目も良くなるっていうのもそうですけども、うん、こうなんか自然と自信がつくっていうか、普段会議では言えなかった一言がオーダースーツを着るから言えるみたいなことっていうのもやっぱね、そういうパワーもあると思うんですよね。オーダースーツって本当素敵ですよね。はい、でも最近スーツ着る機会って減ってきてるって声も聞きますよね。いや僕らもそういう懸念点というかあれですけども、お客様からもそうおっしゃるんです。はい、ただですね、少なくなったからこそ心というそういう時にはオーダースーツで挑みたい、今ねそういう方が実は増えていてですね、うん、で今ね新規の顧客様がどんどん増えてるんですが、あの特に月村としてはですね、あの、まあ、3着5万5000円っていう、まあ、オーダースーツにしてはものすごく安いというか、スーツの既製服よりも安いと思うんですよ。そういう価格であのご購入いただけるっていう点とか、まあ、あとあの創業98年あのやらせてもらってて、まあ、そういう部分でこう安心してご来店いただいてるのかなというふうにあの思っております。あのラジオ関西のねリスナーさんも、うん、月村の利用者はたくさんいらっしゃると思いますけれども、ありがとうございます。そしてなんと新しいお店をオープンされるっていうのを聞いたんですけども。いやそうなんです、頑張ってね探してたんですけども、あの神戸の元町にですね新しいお店オープン予定なんですけれども、はい、実はもうその準備できてまして、でその正式に開店をする前の店舗で今顧客様向けのねプレオープンセールを開催中なんですよ。え、ということはですよ、うんうんうん、開店用に仕入れた商品をいち早く購入することができるということですか。その通りでございます。でですね、そのプレオープンセールに今回ラジオ関西のリスナーさんもあのご招待させていただきます。すごい。その名もですね、月村神戸店プレオープンラジオ関西リスナー様ご招待セールでございます。また皆さんですね、必ず店頭でラジオを聞いたとあのお伝えいただければと思います。うわー、ありがとうございます。で、目玉商品というのはどういったものがあるんですか。はい、今回ですね3着5万5000円のオーダースーツ、こちらももちろんご用意させてもらってるんですけども、はい、あのお客様からのご要望で生まれた特別企画の商品っていうのも実は今回ご用意してるんですよ。お客様のご要望気になりますけど ね、どういったものなんですか。いやこれね、冒頭でもおっしゃってもらったように、はい、やっぱりこうスーツを着用する機会は減ってると思うんですけれども、うん、これ皆さんあのスーツのズボン、このズボンを着用する機会って減ってる方はね今少ないんじゃないかなと思うんですよ、うん、あ確かにね、うん、ジャケットは脱いでも、うん、シャツとズボンは着用しますからね。そうですね。そうなんですよ。でね、そういった方にもおすすめしたいのがスペアパンツ付きのオーダースーツなんです。おお、確かにいずれにせよスーツはズボンから傷んで着てしまいますからね。あ、本当そうですね、まあ、2本あれば安心ですよね。そう
なんですよ。で、まあ、候補に入ってもらって、こう、なかなか、生地のね、摩耗っていうのも少なくなりますし、うん、なので、そのね、スペアパンツ付きのオーダースーツ、今回ですね、高級生地を使用した、スペアパンツ付きオーダースーツを、通常価格、1着4万5100円のところですね、今回、プレオープン特価で、2着です。2着で、税込み5万円で、ご提供いたします。ちょっと待って、ほぼ半額じゃないですか。はい。スペアパンツ付きオーダースーツを2着ということは、ズボンが合計4着、ジャケットが2着ということですよね、うん、その通りでございます。でね、まだこのセットなんですけども、2人で2着をシェアいただくっていうこともできてですね、はい、お友達同士とか、ご夫婦でスペアパンツ付きオーダースーツが2着5万円で OK なんですよ。ご夫婦で一緒にというのもいいですね。夫婦でね、裏地だけペアルックにしまったりもできますし、女性ものの場合はスカートとズボンとどっちも選べますので、両方っていうことも可能ですので、いろいろ選んでいただけます。で、場所はですね、元町駅から徒歩すぐでございます。南京町の南川であり、国道2号線沿い、そこにあるんですけども、海岸ビルディングっていうレトロビルがあって、その2階です。レンガ造りのすごく目立つビルなんで、すぐ分かってもらえると思いますので、ぜひテーマまで皆さんお越しください。はーい、ありがとうございます。月村神戸店プレオープン、ラジオ関西リスナー様ご招待セールは、7月2日日曜日まで限定開催します。一着4万5100円のスペアパンツ付きオーダースーツが2着で税込み5万円のほか、店内全品プレオープン特価となってるんですね。プレオープン特価ですごいですね。場所は元町駅や南京町からすぐ南、2号線沿いにあります海岸ビルジングの2階です。詳しくは月村神戸店、電話番号は 078-328-0000 もしくはカタカナで月村と検索してください。では月村さん、最後にリスナーの皆様にメッセージ一言お願いします。はい、オーダースーツ難しそうとかね、なかなかこう行きにくいと思われる方多いかもしれませんけども、ぜひね、気軽に何ならもう購入していただくのも大丈夫なので、まず店舗に来ていただければと思います。で、作っていただいたら本当に人生の変わる最高のオーダースーツをご提供しますので、スペアパンツ付きオーダースーツ2着、5万円でございます。ぜひ、お越しください。お待ちしております。はーい、月村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。原田のブローのびのび金曜日では、あなたのメッセージをお待ちしています。嬉しかったこと、楽しかったこと、何でもお寄せください。ナブリンと一緒に歌って笑ってのびのびのび金で楽しんでね。メールはのび @jocr.jp まで待ってます。ノブリンのギターで歌おう。はい、ノブリンのギターで歌おうのコーナーでございます。はい、ピアニストの雨宮遥ちゃんです。雨宮遥です、よろしくお願いします。お願いします。今久米村さん、飲み屋行くでって言いましたよね。え、飲み屋行く？のぶやんみたいな。行くで、行くで、言ってた。行くでって言ってた。のぶやん行くでって。もういつもそうなんですもんね。よし、今日も行くで。行くで。行こうか。行こう。はい、頼むで。ということで、はい、今日の歌はですね、はい、松田聖子ちゃんの、お、夏の扉です。はい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 。夏の扉っていうのは夏が始まるということでね。もうそういうイメージですよね。ねえ、うん。もう明日からはもう7月かですからね。そうよ。すごいですね。明日大雨らしいけど。ね、大雨な。うん、予報ではね。まだ梅雨？まだまだですよね。まだ梅雨ですよね。うん、でも夏は早く来てほしいやんか。まあね。そうね、早くもう僕なんかでもビキニ着たいし。似合いそう。うん。今年のビキニはね、すごいね。どんな、どんなんだ
いやいやはどんな言うの恥ずかしい。夏って好きですか？松田聖子ちゃんの歌って、はい、夏の曲多ない？ね、そうなの？ですよね。白いパラソルとか。それが目立ってるってことじゃないの？夏の歌が。いやいや、結構あったよ。なんで秋の歌も多いやんね。風立ちぬとか。あ、風立ちぬは秋か。うん、白いパラソル。白いパラソルね。白いパラソル。白いパラソル。青い珊瑚礁。青い珊瑚礁。あるある。ほらほら、多いやんか。ほらほらって。多いやろ。ほらほらって。何の勝負この曲は、松田聖子ちゃんね。はい。5枚目のシングルということで。うーん、じゃあもう結構あれですね。うん。デビューしたの何年かな ?70 年70年代聖子ちゃんって。調べたんですけど、ね、1980年やったと思うんですよ。80年デビュー。80年。それで、うん、1980年にデビューしはって、うん、で、裸足の季節で、エクボーノーって歌い出しで、で、その年の秋の、風は秋色、うんうん、ちょっとどんな歌かわからないんですけど、うん、そこで、ミルキーっていう言葉があって、うん、で、この、フレッシュフレッシュフレッシュでエクボミルキーフレッシュっていう CM をずっとやってたんですって。うん、そういうことな。だからもうこの3曲揃って初めてみたいな、なんかもう大きなその CM とのタイアップデビューみたいな、なんかすごいですね、やっぱり、ね。でもこれ本人は CM 出られへんかったよね。あ、そうなんですか。そう、なんかエクボがないからって言って、だから歌だけ使ったっていうのは聞いたんですけど、ね。裸足の季節の時、はあまあ、エクボノの時、違う人が。そうなんですか、うん、エクボないかな、聖子ちゃん。ないみたいですね。なんかなんとかならんかったんかな。松田聖子っていう名前もね、ドラマに出た時の役の名前やもんね。そうなんですか、すごい。なおちゃんめっちゃ詳しいやんか。すごい。あ、聖子ちゃん好きなんや。聖子ちゃん好きですよ。聖子ちゃん好き、秋菜ちゃんも好き。秋菜ちゃんも好き。桃井ちゃんも好きやし。もう山崎やし。ああ、その世代やね。その世代は、よう、孫とかが見てたから、もちろん。もう遅い。遅い、そんなこと。はい。はい。それじゃあ、行きましょうか。はい。これは作曲が、財津和夫さん。あ、う、あ、ん。チューリップの。そうですわ。ね。はい。で、作詞が三浦よし子さん。ね。これ、はるかちゃん。どのあたりが、はい、あ、結構早いね、行動変わるの。めちゃめちゃテンポがね、うん、いろんな YouTube を見たんですけども、うん、歌番組のその例えばバンドさんが演奏しているような歌番組で、うんうん、すごい早く歌ってたんでびっくりしました。なんかトントク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 みたいな。ああ、髪を切った、はい、どれぐらいのテンポなのこれ。本当こんな感じですよ。臨機応変ですよねこれ。すごいバンドの人大変と思って、なんかこの1番と2番の間のギターソロかなんかがちょっと難しいんですって、うん、だからすごいなんかめっちゃウィウィーンってめっちゃ頑張って弾いてはる映像を見ましたけれども、で音源はそんなに速くないと思います。あ、本当速くない。髪を切った私に。ジンガル兄弟ですよ、それ。あ、そうか。ちょ、あかんやん、声出したら。あ、ほんまやん。せやな。フレッシュだけで許してあげてんのに、そこで歌うか、言うかに。ほんま。な、僕、フレッシュ、フレッシュ、フレッシュだけ歌うわ。はい。のぶこさんの担当で。そうよ、お願いします。のぶこ担当で、はい。お願いします。はい。頭なんですけども、はい、F?、うん、お願いします。じゃあ分かる、入るとこ。分からんけど、誰かが歌い出したら、そーっと入っていく。あかんあかん。あかんって言わ、なおちゃんが歌うからみんな入っていくね。いや、私、はるかちゃん頼りですから。はいって言いますから。あ、よかった。はい、言ってくる。はい、言ってくる。よし、行くぞ、はい。はい。はい。それでは、夏の扉行きましょう。3、2、1、はい。あなたは好
フレッシュフレッシュ。夏の扉を開けて私をどこか連れて行って、フレッシュフレッシュフレッシュ。夏は扉を開けて裸の二人包んでくれる。嬉しい嬉しいという歌は変の。いやもう大フィーチャーですから、やめてよ。みんなに紛れて僕は歌うつもりやったのに。何その闇に紛れてみたいな。なんかさっと花道が開いた感じ、ね、そうびっくりしたわほんまに、もうはいみたいな。そう、ね、影に隠れて歌おう思ってたのに。よかったですよ。フレッシュフレッシュフレッシュ言うてたやんか。ノブコフレッシュよかった。ノブコフレッシュよかった。ほんまにね。ちょっと今もう気に入り出してるんですか、そのなんか。何？低い声。低い声？ねえ、ちょっと今気に入ってる感じ、今ちょっと。ちょっとこの声楽しもうみたいな雰囲気やん。いや、全然楽しんでないよ。あれ？もう早う元に戻ってほしいわ。まあ、それはね、うん、いつもの声じゃないから、ちょっと、偽物っていう雰囲気ですよね。私、声出なくなったことがあったんですよ。3年ぐらい前に。あの、声帯に医師ができて、で、ちょっと声がすごいかすれまして、はいはい、で、3ヶ月ぐらい喋らない方がいいですって言われて、で、すごい喋らずにいたんですよ。うんうん、そしたら喋り方を忘れてしまって、喋り方の先生に、声を出す先生についてトレーニングしたんですけど、その時のトレーニングが、先生に言われたのが、水の入ったコップをこう当てて、原田信郎さんがね、あのねのねとか痛いのって言うでしょ、あのので練習してくださいって言われて。嘘やろ。で、私もずっと毎週金曜日、のぶろさんを見ながら、のーってずっと家でやってたんです。え、どうやってのーって、のーって高い方の声ってこと？違うよ、ね。あの、のーよね。何すんのーののーです。何すんのー、それです。のーが。うん、最も力を入れずに声を出せるようになるトレーニングなんです。へえ、そのトレーニングに、ノブロ式が使われてるの。使われてるの。その人、先生に。原田ノブロさんがね、何すんのって言ってるでしょ、あれでやってくださいって言われて、一生懸命、なーなー。それは、はるかちゃんと、僕が、あの、お知り合いやから、じゃなくて？私、患者です。患者です。へぇ、すごい、狂言みたいって患者です。患者です。患者です。いろんな人にその言ってはるんやと思いますよ。ああ、すごいね。はい。なるほど。それやったら今日。ですか、そうなんですよ。ね、負担が軽いんですよ。なぁ。いや、だからね、高い声は出んにゃんか。出したらあかんねんってだから。あかんって言ってんのに。あかんのってやつね。いや、高い声は軽く出んねんか。だからこう、
お花の。どっちにしようあかんの。広がる感じ。さあ、感想いただきました、はい。姫路のエプロンママさんです。はい、フレッシュなのぶやん、なおやん、はるさん。おー。はるさんとすほんまですね。やんにやんにさんと来ております。にぴったりのハーモニー。鬱陶しい湿気も飛んでいきそうですといただきました。はあ、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱフレッシュが良かったんですよ。いや、違うと思います。なんでなんでですの？こっそり歌いたかったのに。僕がいるっていうの分かってしまったやんか。いや、そらそうですやん。やっぱりどっかやっぱり主役が。何の主役？伸び金の主役やった。伸び金のですからね。何をおっしゃってんの？いや、今日の夏の扉はもうほんまこっそりでよかったのに。いや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 。いつどんな時何時でももう主役は主役やから。いや。いや。いや。そうね。今こう悩んだから感想待ちしてるんですね。皆さん送ってください。でももうちょっと今日はもう歌はもうね。もうね。もう控えておきましょう。そうですよ。はい。ほんま。いや、すいません、本当に。だ、どうですか？朝よりも調子いい感じですか？朝よりも調子いい感じですか？朝よりはいいですよ。朝よりは。うん、朝よりいいです。来ました、来ました。うん、ゆうじさんです。うん、生駒の、ゆうじになってる、なんか。松田聖子ちゃんが登場したみたい。まだいける。ありがとうございます。なんか聖子ちゃんの声に聞こえたね、二人の声が。あら。ありがとうございます。あ、ちょっと真似しよう思ってたやろ。いや、もうそれあんだけヒットしたらね、よう聞いてるから、自然とそう、あ、そんな風になってしまう。なっていくんじゃないですか。ねんやって。で、このんやっていうのはもう、天海遥ですの、ねーすっていうとこが入る。なるほど。あ、そうなん。そう。何すんので練習した感じですからね。あ、そうかも。さすが。そして宮本さんです。大阪平野からいただきました。のぶろうさんお声戻るといいですね。ありがとうございます。それとのぶろうさんのビキニ姿、うん、見てみたいわ、うん。見せようか見せてくれんの。さて、今日の夏の扉、フレッシュな気分になりました。ちょっとスローな感じの夏の扉もいいですね。今日の天気はいまいちですが、夏らしく感じました。はるかさんとなおちゃんの歌は素敵やったわ。いや、うん、褒めていただいてありがとうございます。いや、ほんま、聖子ちゃんの、はい、歌ってるの、瞬間あったよ。あら。瞬間やで。瞬間って。なんかちょっと赤いジャケットに短パン履いて、松田聖子って言って振られてる感じですよね。モノマネやってるような。モノマネの司会。はい。なんかこうみんなメモ見ながら、絶妙なタイミングで振るじゃないですか、のぶろうさん。もう YouTube に映像めっちゃ上がってますよ。ね、すごい。モノマネの司会の、はい、すごい上がってますよ。はい、いろんな人が、ねえ。そう、素人さんね。ねえ。すごい。コージー富田さんが出てきた時、映像とか出てますよ。そしてたるみの麻婆さんです。松田聖子さん苦手やけど皆さんの歌は好きです。うまいやんって褒めてもらって。やったやったやった。明石の夜明けの秀さんです。梅雨空を吹き飛ばすようななおちゃんはるかちゃんの歌声良かったですよ。うん、よかったよ。まさあっこちゃんからいただきましたよ。丹波笹山。おー、女子だけの歌かと思っていたら、のぼろさんののぶといフレッシュフレッシュの声。大丈夫っすか？おー、2回目にはなんか戻ってる、フレッシュになってる。ありがとうございますと。細かいとこ聞いてるね。楽しいね、みんなすごいね。バレンティーノ・ロッシさんですよ。おー、京都伏見からですが。今日は旦那さんとクラブハリエ。に行く途中にラジオ、滋賀県の。はい、ラジオを聞いています、うん。夏の扉、ほぼ読書でしたね、なおちゃんって。全然2番知らなかったです。あ、そうやった全然知らんかった。あららら。え、はるかちゃん2番歌ってたやろ全然。ちょっとなんか、ようわからんか。あ、ふわふわってなって。全然知らんかったな。いやいやいや、もうそらもうね、お年頃がね。いちごミルクさんは大阪堺からですが、夏の扉名曲です。大好きで本当に歌の上手なアーティストだと思います。ちなみに少しの間、聖子ちゃんカットをしていましたという。いちごミルクさん。聖子ちゃん。あー、聖子ちゃんカットね。ね、すごいですよね、聖子ちゃんカット。そして、パインフィールドさん。え、なんか、初めて送ってくださるかどこなんですか今日。やっぱり、のぶろうさんのコンサートに行かれた方が多いってことですよね、これはね。パインフィールドさんです。奈良の方ですが、夏の扉。うん、夏らしくていいですね。そして作曲の財津和夫さん、チューリップ50周年でツアーも今年で最後と聞きました。時の経つのあっという間と思います。はい。
って以上に入っていただいてます。そして祇園のトンボ兄貴さんです、うん、京都は左京区の方、こんなお経みたいな松田聖子を初めて聞いた夏が終わりそうやありがたいじゃないですか。いや、いいですね。あった斬新じゃない、なんか、夏が終わり、来る前に終わるっていう。そして、神戸は北区のマーブルさんです。お経のように。ノブにお声直ってきても、うん、無理はあかんのにピンから兄弟。フレッシュ、はるか、アンドナウコ、夏の扉開けてくれたわ。ありがとう。ノブリン、お大事に、ありがとう。といただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。たくさんいただきました。はい。はい、はるかちゃんありがとうございました。のぶりんのギターで歌おうでした。ザ・ベンチャーズ栄光のギターケース、50周年を超えてなお色褪せぬロックの殿堂、ザ・ベンチャーズ50周年記念ベスト急がば回れ、50周年記念ライブ版およびベンチャーズと共演できるリード、リズム、ベースのマイナスワンテイクを収録したプレイウィズ・ザ・ベンチャーズを2枚セットにした画期的な4枚組 CD ボックスです。ザ・ベンチャーズ栄光のギターケース、誰もが知っているヒット曲を多数収録、グループの情報はもちろん彼らが使用した楽器アンプまで解説したマニア垂涎の豪華ブックレット、黄金に輝くロゴ入りギターピック付き、 CD4 枚組で税込み価格 13,200 円、送料はラジオ関西プロダクツが負担いたします。お申し込みは電話 078-362-7722 078-362-7722、 ファックスは 078-362-7404、 またはラジオ関西プロダクツのホームページまでどうぞ。春田のブロー、のびのび金曜日ではあなたのメッセージをお待ちしています。嬉しかったこと、楽しかったこと、何でもお寄せください。ナブリンと一緒に歌って笑ってのーびのびのびきんで楽しんでね。メールはのびアットマーク jocr.jp まで待ってます。女性の皆さん、年を重ねるごとにお化粧がどんどん暑くなってもう嫌、うん、若い頃みたいな薄化粧で過ごしたいとかね、はい、もう今更叶わない夢なのでしょうかと、うん、今日はそんなあなたびっくりしますよ。まさかこの年ですっぴんに自信がと話題のあの商品のご紹介でございます。美容液？コラーゲン？いいえ、意外なものなんですけれども、この番組でも大変好評で何度も紹介していますので、はい、使ってるよという方も多いのではないでしょうか。ですよね。ご紹介いただきましょう。田中さん。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。毎回たくさんのご注文をいただいているマナラ化粧品のあの商品ご紹介させてください。まあ、マナラといえばね、ピンときた方も多いと思いますけれども、うん、噂のあれですよね。はい、若見え美人たちの間で話題のマナラホットクレンジングゲルです。マナラホットクレンジングゲルといえば温感クレンジング売り上げ日本一に輝いて、もうもはや説明の必要もない大ベストセラー商品だと思うんですけれど、どれぐらい売れてるんですか？はい、累計2000万本を突破いたしまして、10年連続日本一を取り続けています。 10年連続日本一ですか？はい、日本で一番売れている温感クレンジングの座を10年間もの間ずっと取り続けているということですよね。もう本当にありがとうございます。今日は100円でお試しいただける2大キャンペーンご用意しています。100円で試せる2大キャンペーン、はい、そうなんです。どうなんですかねえ、これはね、最後まで聞き逃せませんよ。ね、もうぜひお願いいたします。まずは毎日のように寄せられる驚きとお喜びの声ご紹介くださいますか？はい、67歳の女性の方です。半信半疑でしたが、使ってみると汚れはすっきり落ちるのに肌は潤う驚きのクレンジングでした。
クレンジングを変えただけで50代に見られるようになりましたと。ここにお写真もあるんですけれども、はい、本当に67歳と思えない。ほんまやね、肌が綺麗だし若いし、すごい。このクレンジングの秘密をぜひ改めて教えてください。はい、もうこれはですね、試していただくとわかるので、手の甲に塗ってみていただけませんか？あ、いいんですか？塗って。塗ってみて、塗ってみて。あ、あのね、すごいこう、柑橘系のいい香りですね。本当。そうなんです。香りも人気の秘密ではあるんですが、このクレンジング、お肌にくるくるとなじませると、ポカポカ、暖かくなってくるんです。あ、本当本当、すごいすごいすごい。いや、これ何度試しても不思議ですよね。いや、ポカポカと暖かくなってきました。気持ちいい。ありがとうございます。あの、お顔に広げた瞬間から、蒸しタオルを乗せたみたいに、もうポカポカで、それだけでも本当に気持ちがいいんですけど、温めることで毛穴を開き、汚れやくすみをすっきり落としてくれるんです。これが、洗浄力の秘密なんです。温めるのが洗浄力の秘密なんですね。そういうことなんです。さらにこのクレンジングの一番のポイントが、ポカポカ温かい状態でマッサージもできてしまうんです、汚れを落とす成分と潤いを与える成分が分かれるオイルクラッシュ処方の開発に成功しました。マッサージにはハリアップなど、お肌に様々な効果があるんです。ハリアップのマッサージまで。はい、確かにエステなんかでお顔をね、温めながらマッサージとかしてくれますもんね。もうまさにその発想です。しかも時間はたったの20秒、たった20秒で自分史上最高のハリ肌を目指しましょう。いや、たった20秒ならね、毎日続けられそうですね。そうなんです。面倒なことって続きませんからね、さらに効能評価試験済みで、エアコンを使う今こそ要注意です。乾燥による小じわを目立たなくする効果も確認されています。え、乾燥小じわを目立たなく。はい、あのクレンジングってただのお化粧落としなんかじゃ なくて、ここまで進化したということですよね。本当。はい、マダラのクレンジングは年齢を重ねた女性の悩みに寄り添うため改良を重ねてきました。うわー、すごい。もう実力は十分すぎるほど伝わってきたので、皆さんお待ちかねだと思います。ぜひご案内お願いします。はい、マダラホットクレンジングゲルマッサージプラスは通常2ヶ月分が税込み4180円なんですが、本日2大キャンペーンのご案内です。その1、まずは手軽に試していただけるように7日分お試しセットをご用意しました。お値段税込み100円です。いや、スタジオにもね届いてるんですけども、はい、7日分ねしっかり個包装で7個入っているんですよ、これが100円でいいんですか？そうなんです。まずはこの良さを分かっていただきたくてちょっと頑張りました、次にその2、今回送料はマナラ化粧品が負担しますので本当に100円だけで OK なんです。いや、送料無料はありがたいですね。嬉しい。ただしですね、2大キャンペーンは初めての方限定です。面倒なことはしたくない、でも綺麗も手に入れたい、今まで少しでも気になっていた皆さん、もうぜひこの機会に試してみてください。何度も聞いた方もいるかと思いますが、2大キャンペーンは逃せませんよね。ちなみに注文してどれくらいで届くんですか？はい、今お電話いただきますと10日前後でお手元にお届けいたします。ご自宅の郵便受けに届きますので、日中お仕事なんかでご不在という方でも大丈夫です。あー、それだったらね、すぐに始められますよね。はい、10年連続売上日本一の温感クレンジングが100円で試せるチャンスということですからね。皆さん、メモの用意はいいですか？では田中さん、電話番号お願いします。はい、お申し込みは0120-688-588 0120-688-588
1、8まで必ずラジオを聞いたとお伝えください。お届け返品についてもこちらまでお願いいたします。はい、お申し込みは0120-688-588、 繰り返します。0120-688-588 まで、お早めにお電話ください。田中さん、ありがとうございました。ありがとうございました。原田信郎、のーびのーび金曜日。はい。今日はね、あのねのね50周年のコンサートのメッセージたくさんいただいてましたけれども、はい、この方東京都足立区の方ですね、はい、かまたまさん、かまたまさん、はい、かまたまさん、はい、のぶりん、あのねのね50周年記念ライブお疲れ様でした。お疲れ様でした。私もあのねのねのライブに京都のお友達とのぶりん大好きと書かれた手作りうちわを持って見に行きました。おー、来てくれてましたね。あのうちわ目立ってましたもんね。ほんま、はいね、ありがとうございます。ライブはあっという間に時間が過ぎとっても楽しかったです。あとホールの出口で、久米村さんらしき女性の方と目が合い、はい、生の久米村さんやと思って、はい、満面の笑顔になってしまって。あら、ありがとうございます。目が合った女性の方、はい、急に満面の笑みを浮かべてしまってすみませんでした。嬉しいじゃないですか。ね。はい。そんな方がやはりましたか？いや、もうほんといらっしゃいました。うちは持ってらっしゃいましたもん。ね。はい。11月の東京でのライブも必ず行きました。わー、すごいすごいすごい。ありがとうございます。えー、楽しい最高の時間をありがとうございましたと。嬉しいですね。いや、嬉しいですね。生駒市の生駒か生駒舞香さん。生駒か生駒舞香さん。はい。土曜日のライブ、本当に楽しかった。久しぶりに、わけなく笑い、うん、歌いまくりました、鶴瓶さんも参加で、トリオ漫才気味でしたね。そうね。もう漫画トリオさんみたいな感じでね。ノック、フック、パンチ。うわ、すごい。パンパカパンってやつですか？パンパカパン、パンパカパン、パンパカパン、 パン。懐かしく、ありがとうございました。わー。当日は、はい、昼、錦市場でうなぎ。お、夜は、焼肉で満喫しました。うわー。日々でございました。なー。66歳の方ですけどね。あ、これさから、ポント町のね。はい。かぶれん場に来てくれはったんですけど、うんうんうん、昼せやから、食べて、ね、昼ご飯食べて、錦市場でうなぎ食べて、はい、はい。で、夜終わってから焼肉、はい。めちゃくちゃええやん、これ。うわぁ、行こうか行こう、前川さん、遠慮してると思ったわ。遠慮してた遠慮してたわ、美味しそうな。美味しそうな。はい。はい。タレの匂いやったんですね。ねえ。羨ましいなぁ。ほんまですね。なんか、打ち上げも行ったんですけどもね。はい。あ、打ち上げなんかあの、鶴瓶さんが、はい、わしが払うんや言うてはったよね。そうそう。あの、鶴瓶が払うということで、はい、っていうことで。俺がセッティングして俺がなんで払うんやって言うてはりましたね。言うてたね。はい。あそこほんまに行ってきはったんですか？行ってきました。どこかは知りませんけど。ポント町のね、はい、路地入って、ずーっと行って、の路地がすごいね。おー、路地多いです。路地入ってもまた店がいっぱいあるね。へー。何食べたんですか？和食ですね。わー、あの床とか行きたかったね。あー、でも暑かったんちゃいます？床、うん、あ、そうかな、うん、床とかな。いや、でもよかったです ね、 ね。でもそのあのねのねに鶴瓶さん、うん、まあ鶴瓶さんもあのねのねですけども、うんうん、そんな時ありましたからね。床とか行ったらあかんでしょ。あかん、目立つでしょ。いや、あのね、僕ね、はい、あのその日ね、まあ、それ、もう一軒行こうとなったわけ。で、うんうん、鶴瓶におごってもらって。はいはい、で、もう一軒、今度は清水さんがおごるっていうか。で、私が言うのも変やけど。そこに行くのに、はい、清水さんね、場所をね、もう一つ分かってなかったんよ。はあ、吉本の、
花月があるでしょ。はい、祇園の。祇園の花月、はい。はい。あそこまでって言って、はい、ずーっと歩いたんよ、ポント町から。はいはい。もう八坂神社まで歩いてるわけよ。めっちゃ遠いじゃないですか。で、僕荷物めちゃくちゃ 重たかったんよ。はい。ワインもらったり、ああ。美味しそうなお菓子もらったりしてたから、はい。もう手がね、こう、いたらってきてね。うん。で、今度ね、おトイレ行きたくなったんよ。ああ。おしっこね。うん。で、途中にね、八坂の手前のところにね、こんなところにホテルともう何にもないよなぁと思ってたら、はー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 、あの、ファミマがあったんよ。ある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 。で、あのファミマ見つけて、はい、もう横断歩道向こう渡って、はいはいはい。ね。で、ダーって行って、で、住んだらみんなね、先行ってでやって言うてたのに、はい、みんな待っててくれたんよ。はその横断歩道の手前のところで。はい、そしたら、鶴瓶が、鶴瓶やってて見つけて、はあ、みんな写真撮られて。写真を撮ってくださいって言って。で、写真をずーっと、僕がおしっこしてる間、撮られてはったんです。鶴瓶と。いや、それはね、やっぱりね、みんな先に行ってると思って、戻ったらそこにいてくれたっていうのは、はい、嬉しいな。そら嬉しいですよ。そら待ってますよ。僕のおしっこのために、みんな、あそこに。いや、もう仲間ですやん。すごいですね。仲間やなと思ったわ。うーん、ほんまやわ、ほんまやわ。よかった。ねそんな、もう大変やん。うーん。で、またね、鶴瓶はもう、ああ、いいよいいよって言ってね、写真撮ってたからね。はい。さすが家族に乾杯やなって。なるほど。なるほど。で、二軒目も盛り上がったんですね。そうそうそう。ああ、よかったです。二軒目ね。はい。青春旅情をね。ほう。入れてね。はあ。また歌おうやって言ってね。あ、ほんまに。また青春旅情歌って。三回歌ってた。それはでももう泣きながらちゃいます。うん、清水さん泣いてたね。そうやろうね。そう思いますわ。なんかもう、感慨深いものがあるんでしょうね。ああ、それから、やっぱり三人揃うと、はい、あの、大学生の頃に戻るね。はあ、やっぱりね。当時のね。もう60年ぐらい前やん。そうだよ。そうでもないか。やっぱ、あ、50年は50年か。まあまあ、55年ぐらいやなってんですけど。そうやね。うん。うん。うわあ。いや、でも、まあ、いろんな友達にもね、会えたしね。ねえ。うん。ありがたかったわ。いや、みんなに愛されてるっていうのがよくわかりました、本当に。え、皆さんにね。はい。いや、本当にね。すごいですね。いや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 、なかなかね。次も続けてくださいよ。え ?55 年、60年。いやいや、55年は無理なんで、51年やりましょう。お願いしたいと思います。はい。はい。ありがとうございます。じゃあ、クイズいきますか?クイズいきますか?はい。原田信郎。のーびのーび金曜日。のびのび、のびりぬのナンバークイズ。数字にまつわるクイズです。ナブリン、ナウちゃん、どっちが正解に近い答えを出せるのか。正解した方を応援してくださった方の中からお一人に、ラジオ関西特製クオカードをプレゼントさせていただきます。はい。それでは今日もですね、クイズを出題してくれます、のびりぬを読んでみましょう。妖精ののびりぬ。はーい、のびりーです。こんにちは。はい、こんにちは。ラブリン50周年、おめでとうございました、コンサート。ありがとう。うん、もう走って逃げたりせえへんの走って逃げたりアイドル時代とは違うんやんな。あー、もう落ち着いてみんな。白井貴子さんの時逃げた言うてはったもんね。あ、白井貴子ちゃんがねあのねのね追いかけ回される高校生の時にね、はい、うん、追いかけ回されたな。ねえ、すごいですね。いや、なんで逃げたんやろな白井貴子ちゃんやろに、なんで逃げたんかなと思ってね、後悔してんだけども。この間ボーボーコーデにノブリンが乗った時、うんうん、女子高生があのねのねって言うてたな。言うてたね。言うてた。あ、こんな若い子があのねのね知ってんのか。あのねのねって言うてたな。そうそう、あれなんかあの YouTube とかなんかそういうの見てんねね、うん。そうですよ。今昭和ブームやから。昭和ブーム。はあ。びっくりしたわ、あんなち。うん、ちっちゃい子がね。女子高生。女子高生がね。ちっちゃい子って。女子高生ですよ。めっちゃ呼び捨てせる。あのねのねー言うとったね。そうそうそう。は
年齢的に小さい子。ああ、なるほど、なるほど。今日は走って逃げるということで、ちょっと走るクイズを一問だけ出したいと思います。何でも考えてくるね。ハイヒールを履いて、男性が走る。というレースがスペインにはあります。はい。スペインの34歳の男性が、細く尖った高さ7センチほどのハイヒールを履いた状態で、100メートルどれぐらいで走ったでしょう?100メートル。この人はギネス世界記録を達成しました。そんな、早く走ったら、なんか、脱げたりとか、あとかかとが潰れたりとかせえへんの。頑張りました。何秒よ。何秒よ。考えてみてください。はい。ギネスはハイヒールを履いた記録です。はい。はい。これかな?これぐらいかな?はい。はい。せーので、ドン !13 秒。あ!え?僕も13って書いた。じゃあ、私、12秒にしときますわ。な、僕、12.5 秒にしときますわ。なんで13でええやんか。え ?13 でええやん。頑張った、ノブロさんに13を譲ったのに。ほんま?そうやで。そんでいいの ?12。な、13秒で。じゃあ、私12で。12秒か、13秒か。うん。答えはうん。のぶろさんや。ナブリンの勝ち!やったー!めちゃめちゃいいクイズやんか!めちゃめちゃいい戦いやからびっくりした!これはもう、私の心の勝利は私やからね。なんか、余裕ですね。この方に、はい。クオカードです。枚方市のもっちもちさん。おめでとうございます!はい、のぶりんが勝つ。はい。暑さに負けず頑張りましょうということですね。はい。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。よかった、よかった。うん、もう一問できるけど言うとありますよ。もうないですって。もう私でもリスナーさんに、いつも負けてんのに何譲ってんねんって言われてたけど。そんな余裕があるのかって。お前、お前。まあいいんです、いいんです。はい。まあ本当によかった。なおちゃんって本当にいい人ね。嘘やでって言うでやろ。嘘やでって言うでやろ。え?嘘やでって言うんでしょ?嘘やで。だって前も、うん、だからスタジオ終わって、伸び金終わってスタジオ出た時に、なんか、すごい真顔で、さっきあんなひどい言い方してごめんなって言われたの。いや、そんなそんなって普通に真面目に答えてたら、いや、アホには、いくら言うても分からへんと思って、ま、追い打ちみたいな、なんかそういうなんか面白さもありましたけど。それでは宝くじの当選者の発表いきます。はい、お願いします。神戸は西区の、神戸市西区のカリコロさん、枚方市のマンゴーさん、高槻市のミーミーさんです。おめでとうございます。ねえ、宝くじ当たるといいね。いや本当に。いや、でも本当、声びっくりしましたけれども、いや僕がびっくりしてんねん、なんでこんな急になったんやろうと思って、でもごめんなさい本当に。いやでも本当にお大事に、はい、調子乗って喋らないように、はい、痛いからと痛くないからと言ってね。でもね、朝っていうか10時から始まった時に比べたら楽ですよ、はい、声はまだ治ってないけど、でもなんか下手したらそんだけ声出したから、そのちょっとかすれた声が続きそうな感じもしますよね、しばらく。お医者さんか。せや、お医者さんが6年ほどやってたんで。嘘つけ。6年って言ったら嘘やってんだ。それは僕のネタや。お大事にしてください本当に。はい。はい。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。なおちゃんはこの後ね、はい、またラジオがありますからね。ぜひよろしかったらお付き合いお願いします。はい。頑張ってください。はい。はい。ということでございましてお別れでございます。はい、来週はね、いい声で登場しますから、うんうん、お願いしますよ。はい、原田信郎と久米村直子でした。はい、それではまた来週、ごきげんよう、さよなら。